プトタイマー家体。こちらは LibriVox です。LibriVox の録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど詳しくはサイトをご覧ください。URL LibriVox.org。一。コイシカのキリシタン坂から極楽水に出る道のだらだら坂を降りようとして彼は考えた。 これで自分と彼女との関係は一段落を告げた。三十六にもなって、子供も三人あって、あんなことを考えたかと思うと、バカバカしくなる。けれど、けれど、本当にこれが事実だろうか。あれだけの愛情を自身に注いだのは、単に愛情としてのみで、恋ではなかったろうか。数多い感情づくめの手紙。二人の関係は、 どうしても尋常ではなかった妻があり子があり世間があり師弟の関係があればこそあえて激しい声に落ちなかったが語り合う胸の轟き相見る目の光その底には確かに凄まじい嵐が潜んでいたのである機械に出くわしさえすればその底の底の暴風はたちまち勢いを得て妻子も世間も道徳も師弟の関係も 一挙にして敗れてしててれれまううであろうと思われた少なくとも男はそう信じていた。それであるのに、二三日来のこの出来事、これから考えると、女は確かにその感情を偽り打ったのだ。自分を欺いたのだと男は幾度も思った。けれど、文学者だけに、この男は自ら自分の心理を客観するだけの余裕を持っていた。 年若い女の心理は容易に判断し得られるものではないかの温かい嬉しい愛情は単に女性特有の自然の発展で美しく見えた目の表情も優しく感じられた態度も全て無意識で無意味で自然の花が見る人に一種の慰みを与えたようなものかもしれない一歩を譲って女は自分を愛して恋していたとしても 自分は死彼女は門弟自分は妻あり子あるみ、彼女は妙齢の美しい花そこに互いに意識の加わるのをいかんともすることはできまいいや、さらに一歩を進めてあの熱烈なる一風の手紙陰に陽にその胸の問題を訴えてちょうど自然の力がこの身を圧迫するかのように最後の情を伝えてきた時 そのの謎をこの身が解いてやらなかった。女性のつつましやかなさがとしてその上になおあらわに迫ってくることがどうしてできようそういう心理から彼女は失望して今回のようなことを起こしたのかもしれぬとにかく時期は過ぎ去った彼女はすでに人のものだ歩きながら彼はこう絶叫して頭髪をむしったシマセルの背広に 麦坊藤鶴のステッキをついてやや前のめりにだらだらと坂を下りていく時は9月の中旬残暑はまだ耐え難く暑いが空にはすでに清涼の周期が満ちわたって深い緑の色が際立って人の感情を動かした魚屋酒屋雑貨店その向こうに寺の門やら裏棚の長屋やらが連なって 久方町の低い地にはあまたの工場の煙突が黒い煙をみなぎらしていた。その数多い工場の一つ西洋風の二階の一室それが彼の毎日昼から通うところで十畳時期ほどの広さの部屋の真ん中には大きい一脚のテーブルが据えてあって傍らに高い西洋風の本箱この中にはすべて種々のチリ書がいっぱい入れられてある。 彼はある書籍会社の嘱託を受けて、チリ書の編集の手伝いに従っているのである。文学者にチリ書の編集。彼は自分がチリの趣味を持っているからと称して、進んでこれに従事しているが、内心これに甘んじておらぬことは言うまでもない。遅れがちなる文学上の閲歴。断片のみを作って、いまだに全力の試みをする機会に遭遇せぬ反問。青年雑誌から 月ごとに受ける馬評の苦痛。彼自らはそのほか非なすあるべきを意識してはいるものの中心これを苦に病ぬわけにはいかなかった。社会は日増しに進歩する。電車は東京市の交通を一変させた。女学生は勢力になってもう自分が恋をした頃のような旧式の娘は見たくも見られなくなった。青年はまた青年で。 恋を説くにも、文学を断ずるにも政治を語るにもその態度が全て一変して自分らとは永久に相触れることができないように感じられた。で毎日機械のように同じ道を通って同じ大きい門を入って臨転機関の家を動かす音と職交の臭い汗との混じった細い間を通って事務室の人々に軽く挨拶してコツコツと 長い狭いはしごを登ってさてその部屋に入るのだが東と南に空いたこの部屋は午後の激しい日陰を受けて実に耐え難く暑いそれに小僧が武将で掃除をせぬのでテーブルの上には白いほこりがザラザラと心地悪い彼は椅子に腰をかけてタバコを一服吸って立ち上がって暑い統計書と地図と案内機と 印書と本箱から出してさて静かに昨日の続きの筆を取り始めたけれど23日来頭がむしゃくしゃしているので筆が容易に進まない一行書いては筆を止めてそのことを思うまた一行書くまた止めるまた書いてはまた止めるというふうそしてその間に頭脳に浮かんでくる考えは全て断片的で猛烈で急激で 絶望的な分子が多いふとどういう連想かハーフトマンの「寂しき人々」を思い出した。こうならぬ前にこの戯曲を彼女の日課として教えてやろうかと思ったことがあった。ヨハンネス・ホケラートの「真実と悲哀と」を教えてやりたかった。この戯曲を彼が読んだのは今から3年以前。まだ彼女のこの世にあることをも夢にも知らなかった頃であったが。 その頃から彼は寂しい人であった。あえてヨハンネスにその身を潜そうとはしなかったが、アンナのような女がもしあったなら、そういうトラジディに陥るのは当然だとしみじみ同情した。今はそのヨハンネスにさえ慣れの身だと思って頂戴した。さすがに寂しき人々を彼女に教えなかったが、剣姉夫のファーストという短編を教えたことがあった。 ランプのの光、明らかなる四書斎。彼女の若々しい心は色彩ある恋物語に憧れ渡って表情ある目はさらに深い深い意味を持って輝き渡った。ハイカラなひさし紙、くリボン、ランプの光線がその半身を照らして一巻の書籍に顔を近く寄せると、言うに言われぬ香水の香り、肉の香り、女の香り、 し中の主人公が昔の恋人にファーストを読んで聞かせる段を講釈するときには男の声も激しく震えたけれどもうダメだと彼は再び髪をむしった「章終わり」この録音はパブリックドメインです「リブリボックス .org」オのために録音されました。2 彼はなお竹中時代と言った。今より三年前三人目の子が細君の腹にできて新婚の快楽などはとうに冷め尽くした頃であった世の中の忙しい授業も意味がなくライフワークに力を尽くす勇気もなく日常の生活朝起きて出勤して午後四時に帰ってきて同じように細君の顔を見て 飯を食って眠るという単調なる生活につくづく飽き果ててしまった家を引っ越し歩いても面白くない友人と語り合っても面白くない外国小説を読みあさっても満足ができぬいや庭木の茂り雨の天敵花の快楽などいう自然の状態さえ平凡なる生活をしてさらに平凡ならしめるような気がして 身を置くに、ところはないほど寂しかった。道を歩いて常に見る若い美しい女。できるならば、新しい恋をしたいと通説に思った。345。実際、この頃には誰にでもある反問で、この年頃に卑しい女に戯るる者の,の多いのも、筆胸、その寂しさを癒すためである。世間に妻を霊園する者も、 この年頃に多い。出勤する途上に毎朝出会う美しい女教師があった。彼はその頃、この女に会うのをその日その日の唯一の楽しみとしてその女についていろいろな空想をたくましゅうした。恋が成り立って神楽坂辺りの小町屋に連れて行って人目を忍んで楽しんだらどう細工に知れずに 二人近郊を散歩したらどういやそれどころではないその時細君が解任しておったからふと難産して死ぬその後にその女を入れるとしてどうであろう平気で5妻に入れることができるだろうかどうかなどと考えて歩いた神戸の女学院の生徒で生まれは備中の新見町で彼の著作の崇拝者で名を 横山よし子という女から崇拝の情を持って満たされた一通の手紙を受け取ったのはその頃であった。竹中古城といえば、微分的小説を書いて、多少世間に聞こえておったので、地方から来る崇拝者、活動者の手紙は、これまでにもずいぶん多かった。やれ、文章を直してくれの、弟子にしてくれのといちいち取り合ってはいられなかった。 だからその女の手紙を受け取っても別に返事を出そうとまでその好奇心は募らなかった。けれど同じ人の熱心なる手紙を3通までもらってはさすがの時をも注意をせずにはいられなかった。年は19だそうだが手紙の文句から押してその表情の巧みなのは驚くべきほどでいかなることがあっても先生の文科生になって 一生文学に従事したいとの切なる望み。文字は走り書きのスラスラした字で、よほどハイからの女らしい。返事を書いたのは、例の工場の2階の部屋で、その日は毎日の家業の地理を2枚書いてよして、長い数尺に余る手紙をよし子に送った。その手紙には、女の身として文学に携わることの不心得。女は 生理的に母たるの義務を尽くさなければならぬ理由、処女にして文学者たるの危険などをルールとして解いて、いくらか罵倒的の文字をも並べて、これならもう愛想を尽かして諦めてしまうであろうと時雄は思って微笑した。そして本箱の中から岡山県の地図を探して、阿鉄郡新見町の所在を研究した。山陽線から 高橋川の谷を遡って奥十数里こんな山の中にもこんな灰からの女があるかと思うとそれでもなんとなく懐かしく時雄はその付近の地形やら山やら川やらを主催に見た。でこれで返事をよこすまいと思ったらそれどころか四日目にはさらに熱い封書が届いて紫陰気で青い毛の入った西洋紙に 横に細字で3枚、どうか将来見捨てずに弟子にしてくれという意味が返す返すも書いてあって、父母に願って許可を得たならば、東京に出て然かるべき学校に入って、完全に忠実に文学を学んでみたいとのことであった。時代は女の志に間絶にはいられなかった。東京でさえ女学校を卒業した者でさえ、文学の値打ちなどは 分からぬものなのなに何もかもよく知っているらしい手紙の文句早速返事を出してしての関係を結んだそれから度々の手紙と文章文章はまだ幼稚な点はあるが癖のないスラスラした将来発達の見込みは十分にあると時雄は思ったで一度は一度よりだんだん互いの気質が知れて時雄はその手紙の来るのを待つようになった ある時などは写真を送れと言ってやろうと思って手紙の隅に小さく書いてそしてまたこれを黒々と塗ってしまった。女性には器量というものがぜひ必要である。器量の悪い女はいくら才があっても男が相手にしない。時生もないない胸の中でどうせ文学をやろうというような女だから不器量に添えないと思った。けれどなるべくは。 見らられるくらいの女であってよしいと思った子が父母に許しを得て父に連れられて時男の門を整うたのは翌年の2月でちょうど時男の3番目の男の子の生まれた七夜の日であった座敷の隣の部屋は細君の三熟で細君は手伝いに来ている姉から若い女門下生の美しい器量であることを聞いて少なからず奉納した。 姉もああいう若い美しい女を弟子にしてどうする気だろうと心配した。時雄はし子と父とを並べてルルとして文学者の境遇と目的とを語り女の結婚問題についてあらかじめ父親の説をたたいた。義子の家は新見町でも第三とはくだらぬ豪華で父も母も厳格なるクリスチャン母はことに優れた信者で かつては、同志や女学校に学んだこともあるという。僧侶の兄は、英国へ要校して、基調後は、某官立学校の教授となっている。よし子は、町の小学校を卒業するとすぐ、神戸に出て、神戸の女学院に入り、そこで、ハイカラな女学校生活を送った。キリスト教の女学校は、他の女学校に比して、文学に対してすべて自由だ。その頃こそ、 憐風連風や金色夜叉などを読んではならんとの規定も出ていたが文部省で鑑賞しない以前は教場でさえなくば何を読んでも差し支えなかった学校に付属した教会そこで祈祷の尊いことクリスマスの晩の面白いこと理想を養うということの味をも知って人間の卑しいことを隠して美しいことを評判するという群れの仲間となった 母の膝元が恋しいとか、ふるさとが懐かしいとかいうことは、来た当座こそ切実につらく感じもしたが、やがては全く忘れて、女学生の寄宿生活をこの上なく面白く思うようになった。おいしいかぼちゃを食べさせないと言っては、お鉢の飯に醤油をかけてまかない方をいじめたり、社間のひねくれた老夫の顔色を見て、陰ひなたに物を言ったりする。 女学生の群れの中に入っていては家庭に養われた少女のように単純に物を見ることがどうしてできよう美しいこと理想を養うこと虚栄心の高いことこういう傾向をいつなしに受けてよし子は明治の女学生の長所と短所とを遺憾なく備えていた少なくとも時男の孤独なる生活はこれによって破られた昔の恋人今の崔君 かつては恋人にはそういなかったが、今は時勢が移り変わった。四五年来の女子教育の勃興、女子大学の設立、久し神、エビ茶バカマ、男と並んで歩くのをはにかむようなものは一人も亡くなった。この世の中に、旧式の丸曲げ、アヒルのような歩きぶり、恩順と定説とより、他に何者をも許せぬ細君に甘んじていることは、時代には、 何よりも情けなかった道を行けば美しい今用の細君を連れての睦まじい散歩。友を問えば夫の席に出て流暢に会話を賑やかす若い細君。ましてその身が骨を折って書いた小説を読もうでもなく、夫の公文反文には全く風馬牛で、子供さえ満足に育てればいいという自分の細君に対すると、 どうしても孤独ををばざるを得なかった寂しき人々のヨハンネスと共に火災というものの無意味を感じずにはいられなかった。これがこの孤独がよし子によって破られた。ハイカラな親式な美しい女門下生が「先生先生」と世にも偉い人のように渇望してくるのに胸を動かさずに誰がおられようか。最初のひとほどは 時代の家にかぐしていた華やかな声あでやかな姿今までの孤独な寂しい彼の生活に何らの対象山軸から出たばかりの細君を助けて靴下を編む襟巻を編む着物を縫う子供を遊ばせるという生々した態度時雄は新婚当座に再び帰ったような気がして家紋近く来るとそそるように胸が動いた門を開けると 玄関にはその美しい笑顔、色彩に飛んだ姿、夜も今までは子供と共に細君が言いたなく眠ってしまって、六畳の部屋にいたずらに明らかなランプも、かえってわびしさを増すのを種であったが、今はいかに夜更けて帰ってきても、ランプの下には白い手が巧みに編み物の針を動かして、膝の上に色ある毛糸の丸い玉、にぎやかな笑い声が、 牛米の奥の腰がきの中に満ちた。けれどひとつきならずして時代はこの愛すべき女弟子をその家に置くことの不可能なのを悟った。従順なる火災はあえてそのことに不幸をも唱えず、それらしい様子も見せなかったが、しかもその気色は次第に悪くなった。限りなき笑い声の中に限りなき不安の情が満ち渡った。妻の里方の親戚間などには、 現に一問題として高級されつつあることを知った。時京は、いろいろに反問した後、細君の姉の家、軍人の未亡人で恩給と裁縫とで暮らしている姉の家に寄遇させて、そこから麹町の某助塾に通学させることにした。章終わりこの録音はパブリックドメインです。 リブリボックスのたた。めに録音されまし三それから今回の事件まで一年半の年月が経過したその間二度よ子は故郷を制した短編小説を5種、長編小説を1種、その他微分身体詞を数十編作った某女塾では英語は優等の出来で時代の選択で「 剣年婦の禅宗を丸前から買った。はじめは初中休暇に帰省。二度目は神経衰弱で、時々尺のような痙攣を起こすので、しばし鉱山の静かなところに帰って、休養する方がいいという医師の勧めに従ったのである。その偶していた家は、麹町の土手三番町。後部の電車の通る土手際で、よしこの書斎はその家での客座敷。 8畳の間。前に往来の頻繁な道路があってガイガイやと往来の人やら子供やらでやかましい時代の主催にある西洋本箱を小さくしたような本箱が一貫張りの机のそばにあってその上には鏡と紅皿とおしろいの瓶といまひとつ収葬カりの入った大きな瓶があるこれは神経過敏で頭が痛くって仕方がない時に飲むのだという。 本箱には、紅葉全集、近松諏訪浄瑠璃、英語の教科書、ことに新しく買った剣年譜全集が際立って目につく。で、未来の慶衆作家は、学校から帰ってくると、机に向かって文を書くというよりは、むしろ多く手紙を書くので、男の友達も随分多い。男文字の手紙も随分来る。中にも、高等師範の学生に一人、 早稲田大学の学生に一人、それが時々遊びに来たことがあったそうだ。麹町土手三番町の一角には、女学生もそうイカラなのがたくさんいない。それに市ヶ谷見附のあちらには、時代の細君の里の家があるのだが、この付近は、ことに昔風の商家の娘が多い。で、少なくとも、よし子の神戸仕込みの灰からは、辺りの人の目をそばだたしめた。 時生は姉の言葉として、妻から常に次のようなことを聞かされる。よし子さんにも困ったものですねと姉が今日も言っていましたよ。男の友達が来るのはいいけれど、夜など一緒に西地不動に出かけて、遅くまで帰ってこないことがあるんですって。そりゃ、よし子さんはそんなことはないのに決まっているけれど、世間の口がやかましくって仕方がないと言っていました。 これを聞くと時雄は決まってよし子の肩を持つので、お前たちのような旧式の人間にはよし子のやることなどは分かりやせんよ。男女が二人で歩いたり話したりさえすれば、すぐ怪しいとか変だとか思うのだが、一体そんなことを思ったり言ったりするのが旧式だ。今では女も自覚しているから、しようと思うことは勝手にするさ。この議論を 時代はまた得意になって、よし子にも説法した。女子ももう自覚せんければいかん。昔の女のように依頼心を持っていてはだめだ。ズーデルマンのマグダの言った通り、父の手からすぐに夫の手に移るような育児なしでは仕方がない。日本の新しい婦人としては、自ら考えて、自ら行うようにしなければいかん。こう言っては、イブセンの野良の話や、 剣ーフのエレネの話や、ロシア、ドイツあたりの夫人の意思と感情と共に富んでいることを話し、さて、けれど自覚というのは自制ということをも含んでおるですからな、むやみに意思や自我を振り回しては困るですよ。自分のやったことには自分が全責任を負びる覚悟はなくては。よしこにはこの時代の教訓が何より意味があるように聞こえて、かつの念が。 よいよ加わったキリスト教の教訓より自由でそして権威があるように考えられた。よし子は女学生としては身なりが派手すぎた。金の指輪をはめて流行を追った美しい帯を締めてすっきりとした立ち姿は路傍の人目を引くに十分であった。美しい顔というよりは表情のある顔非常に美しい時もあればなんだか醜い時もあった。 目に光があって、それが非常によく働いた。四五年前までの女は、感情を表すのに極めて単純で、怒った形とか、笑った形とか、三種、四種ぐらいしかその感情を表すことができなかったが、今では情を巧みに顔に表す女が多くなった。よし子も、その一人であると、時雄は常に思った。よし子と、時雄との関係は、単に師弟の間柄としては、 ああまりに親密であったこの二人の様子を観察したある第三者の女の一人が妻に向かって「よしこさんが来てから時雄さんの様子はまるで変わりましたよ」「二人で話しているところを見ると魂は二人とも憧れ渡っているようでそれは本当に油断がなりませんよ」と言った。はたから見れば無論そう見えたにそういなかった。けれど二人は果たしてそう親密であったかどうか。 若い女の浮かれがちな心、浮かれるかと思えばすぐ沈む、些細なことにも胸を動かし、つまらぬことにも心を痛める。恋でもない、恋でなくもないというような優しい態度、時京は絶えず思いまどった。道着の力、種族の力、機械一度至れば、これを破るのは絹を裂くよりも容易だ。ただ、容易に来たらぬは、 これを破りに至るる。機会であるこの機会がこの一年の間に少なくとも二度近寄ったと時生は自分だけで思った。一度はよし子が熱い風習を寄せて自分のふつつかなことを先生の幸運に報いることができぬから自分は故郷に帰って農夫の妻になって田舎に埋もれてしまおうということを涙まじりに書いた時一度は あるよし子が一人で留守番をしているところへゆっくりなく時生が行って訪問した時この二度だ初めの時は時生はその手紙の意味を明らかに了解したその返事をいかに書くべきかについて一夜眠らずに奉納した穏やかに眠れる妻の顔それを幾度か伺って事故の両親のいかに麻痺せるかを自ら責めたそして明るい朝送った手紙は たたる死としての態度であった二度目はそれから二月ほどたった春の夜ゆっくりなく時生が訪問するとよし子はおしろいをつけて美しい顔をして火鉢の前にぽつねんとしていた「どうしたの?」と聞くと「お留守番ですの」「姉はどこへ行った四谷へ買い物に」と言ってじっと時生の顔を見るいかにも生めかしい時生は この力ある一別に育児なく胸を躍らした二言三と普通のことを語り合ったがその平凡なる物語がさらに平凡でないことを互いに思い知ったらしかったこの時今15分も一緒に話し合ったならばどうなったであろうか女の表情の目は輝き言葉は生めき態度がいかにも世の常でなかった今夜は大変きれいにしてますね 男はわざと軽く出た。ええ、先ほど湯に入りましたのよ。大変におしろいが白いから。あらま先生。と言って、笑って体をハスに筐体を呈した。時京はすぐ帰った。まあいいでしょう。とよし子は立って止めたが、どうしても帰るというので、名残をしげに月の夜をそこまで送ってきた。その白い顔には、確かにある深い神秘が込められてあった。 4月に入ってからよし子は多病で青白い顔をして神経過敏に陥っていた周素りをよほど多量に服してもどうも眠られぬとて困っていた絶えざる欲望と生殖の力とは年頃の女を誘うのに躊躇しないよし子は多く薬に親しんでいた4月末に帰国9月に上京そして今度の事件が起こった 今度のよしこは恋人を得た。そして状況のとじ恋人と兄携えて京都佐賀に遊んだ。その遊んだ二日の日数が出発と着京との事実に符合せぬので東京と備中との間に手紙の往復があって質問した結果は恋愛神聖なる恋愛。二人は決して罪を犯してはおらぬが。 将来はいかにしてもこの恋を遂げたいとの切なる願い時雄は佳子の死としてこの恋の証人として一面月下標準の役目を余儀なくさせられたのであった佳子の恋人は同志社の学生神戸教会の主田中秀才佳子は死の前にその恋の神聖なるを神かけて誓った。 故郷の親たちは学生の身でひそかに男と佐賀に遊んだのはすでにその精神の堕落であると言ったが決してそんな汚れた行為はない互いに恋を自覚したのはむしろ京都で別れてからで東京に帰ってきてみると男から熱烈なる手紙が来ていたそれで初めて将来の約束をしたような次第で決して罪を犯したようなことはないと女は涙を流していった 時雄は胸に次第の犠牲を感じながらもその二人のいわゆる神聖なる恋のために力を尽くすべく余儀なくされた時雄はもだえざるを得なかった我が愛する者を奪われたということははなだしくその心を暗くしたもとより進んでその女弟子を自分の恋人にする考えはないそういう明らかな定まった考えがあれば前にすでに二度までも近寄ってきた機会を つかむにおいて、あえて躊躇するところはないはずだ。けれど、その愛する女弟子、寂しい生活に美しい色彩を添え、限りなき力を添えてくれたよし子を、突然人の奪い去るに任すに忍びようか。機会を二度までつかむことは躊躇したが、三度来たる機会、四度来たる機会を待って、新たなる運命と新たなる生活をつくりたいとは。 彼の心の底の底のかすかなる願いであった。時代はもだえた、思い乱れた。妬みと惜しみと悔やみとの念が、一緒になって旋風のように頭の中を回転した。死としての道義の念もこれに混じって、ますます炎を盛んにした。我が愛する女の幸福のためという犠牲の念も加わった。で、夕暮れの禅の上の酒は、おびただしく量を加えて、 アヒルのごとく酔って寝た。あくる日は日曜日の雨、裏の森にざんざん降って、時代のためには一倍にわびしい。欅の孤樹に降りかかる雨の足、それが実に長く、限りない空から限りなく降っているとしか思われない。時代は読書する勇気もない、筆を取る勇気もない、もう秋で、 冷え冷えと背中の冷たい灯椅子に身を横たえつつ雨の長い足を見ながら今度の事件からその身の反省のことを考えた彼の経験にはこういう経験が幾度もあった一歩の相違で運命のただ中に入ることができずにいつも圏外に立たせられた寂しい苦悶その苦しい味を彼は常に味わった文学の側でもそうだ社会の側でもそうだ 恋恋恋今になってもこんな消極的な運命に漂わされているかと思うとその身の育児なしと運命のつたないことがひしひしと胸に迫った剣姉夫のいわゆるスーパーフルエス・ミャンだと思ってその主人公の儚い一生を胸に繰り返した寂しさに絶えず昼から酒を飲むと言い出した細君の支度の使用が遅いのでブツブツ言っていたが 善に乗せられた魚がまずいのでついにかんを起こしてやけに酒を飲んだ。一本二本ととっくりの数は重なって時雄は時の間に泥のごとく酔った。細工に対する笛ももう言わなくなった。とっくりの酒がなくなるとただ酒酒と言うばかりだ。そしてこれをぐいぐいと煽る。気の弱い下女はどうしたことかとあきれて見ておった。 男の子の5歳になるのを初めはしきりに可愛がって抱いたり撫でたり接吻したりしていたがどうしたはずみでか泣き出したのに腹を立ててピシャピシャとその尻を乱打したので三人の子供は怖がって遠巻きにして普段ににもやらぬ父親の赤く酔った顔を不思議そうに見ていた一生近く飲んでそのままそこに酔い倒れてお膳のトンボガエルを打つのにも 頓着しなかったが、いやがて不思議なだらだらした節で、十年も前にはやった幼稚な新大使を歌い出した。君が門辺をさまようは、巷のちりを吹き立つる、嵐の水とやおぼすらん、その嵐よりいやあれに、そのちりよりも乱れたる、恋のかばねを暁の。歌を半ばにして、細君のかけた布団を着たまま、すっくと立ち上がって、 座敷のの方へ小山のごとく動いていてった。どこへどこへいらっしゃるんですと彩君は気が気でなくその後を追っていったがそれにもかまわず布団を着たまま川屋の中に入ろうとした細君は慌ててあなたあなた酔っ払っては嫌ですよそこは長水場ですよいきなり布団を後ろから引いたので布団は川屋の入り口で細君の手に残った 時生はふらふらと危うく小便をしていたがそれが済むといきなりドッと川絵の中に横に寝てしまった。細君が汚がってしきりにゆすったり何かしたが時生は動こうとも立とうともしない。そうかといって眠ったのではなく赤土のような顔に大きい鋭い目をあいて表に降りしきる雨をじっと見ていた。ショー終わりこの録音は 『パブリックドメイン』です。「リブリボックス .org」のために録音されました。「死」「時代は冷酷をテクテクと牛込屋来町の自宅に帰ってきた」「彼は三日間その苦悶と戦った」「彼は将として爆撃することができぬある一種の力を持っている」「この力のために」 支配されるのを常に口惜しく思っているのではあるがそれでもいつか負けてしまう征服されてしまうこれがため彼はいつも運命の圏外に立って苦しい味をなめさせられるが世間からは正しい人信頼するに足る人と信じられている3日間の苦しい反問これでとにかく彼はその前途を見た 二人の間の関係は一段落を告げた。これからは死としての責任を尽くして我が愛する女の幸福のためを図るばかりだ。これはつらい。けれどつらいのがライフだ。と思いながら帰ってきた。門を開けて入ると彩君が迎えに出た。残暑の日はまだ暑く洋服の下地盤がびっしょり汗に濡れている。それを糊の,のついた白地の人へに着替えて 茶の間の間火鉢の前に座ると、細君はふと思いついたように、タンスの上の一分の手紙を取り出し、よしこさんからと言って渡した。急いで封を切った。巻紙の厚いのを見ても、その事件に関しての用事にそういない。時生は熱心に読み下した。原文一致で、すらすらとこの上ない達筆。先生、実はご相談に上がりたいと存じましたが。 あまり急でしたものでしたから独断で実行いたしました。昨日4時に田中から電報が参りまして6時に新橋の停車場に着くとのことですもの私はどんなに驚きましたか知れません。何事もないのに出てくるようなそんな軽率な男でないと信じておりますだけに一層は,なはだしく気をもみました。先生許してください。 私はそのの時刻にに迎えに参りましたのです。会って聞きますと私の一部始終を書いた手紙を見て非常に心配してもしこのことがあったため万一郷里に連れて帰られるようなことがあっては自分が済まぬというので学児をも捨てて出教して先生にすっかりおうち明け申してお詫びも申し上げお情けにもすがって万事円満に参るようにと そういういい目的でで急に出てまった後のことでございます。それから私は先生にお話申した一部始終先生のお情け深い言葉将来までも私ら二人の神聖な真面目な恋の証人とも保護者ともなってくださるということを話しましたところ非常に先生の恩情に感激しまして感謝の涙にくれました次第でございます田中は私のあまりに老狽した手紙に 非常に驚いたと見えまして、十分覚悟をして万一破壊の暁にはといったふうなことも決心してまいりましたのでございます。万一の時にはあの時佐賀に一緒に参った友人を証人にして2人の間が決して汚れた関係のないことを弁明し別れてあと互いに感じた2人の恋愛をも打ち明けて先生におすがり申して郷里の父母の方へも 逐一言ってていたただこううと決心しし参りましたそうです。けれどこの間の私の無謀で郷里の父母の感情を破っているや先、どうしてそんなことを申して使わされましょう今はしばらく沈黙してお互いに希望を持って先進勉学に志しいつか折を見てあるいは5年10年の後かもしれません打ち明けて願う方が得策だと存じまして そういうことにいたしました。先生のお話をも一切話して聞かせました。で、用事が済んだ上は、返した方がいいのですけれど、非常に疲れている様子を見ましては、さすがに直ちに引き返すようにとも申しかねました。私の弱いのをお許しくださいまし。勉学中、実際問題に触れてはならぬとの先生のご教訓は、身にしみて守るつもりでございますが、ひとまず、旗小屋に落ち着かせまして、 せっかく出てきたものですから、一日ぐらい見物しておいでなさいと、つい申してしまいました。どうか先生、お許しくださいまし。私どもも、激しい感情のうちに、理性もございますから、京都でしたような、彼にも常識を外れた、他人から誤解されるようなことはいたしません。誓って、決していたしません。据えながら、奥様にもよろしく申し上げてくださいまし。よしこ、 先生御元この一通の手紙を読んでいるうちさまざまな感情が時男の胸を火のように燃えて通ったその田中という21の青年が現にこの東京に来ているよ子が迎えに行った何をしたかわからんこの間行ったこともまるで嘘かもしれぬこの夏季の休暇に妻で落ち合った時からできていて京都での行為も その望みを満たすため、今度も恋しさに耐えかねて、女の後を追って上京したのかもしれん。手を握ったろう、胸と胸とが相触れたろう、人が見ていぬ旗小屋の2階、何をしているかわからぬ。汚れる、汚れぬのもセスナの間だ。こう思うと時雄はたまらなくなった。監督者の責任にも関する。と腹の中で絶叫した。こうしては置かれぬ。 こういう自由を精神の定まらぬ女に与えておくことはできん。監督せんければならん。保護せんければならん。私どもは熱情もあるが理性がある。私どもとは何だ。なぜ私とは書かぬ。なぜ複数を用いた。時京の胸は嵐のように乱れた。着いたのは昨日の6時。姉の家に行って聞きただせば。昨夜何時頃に帰ったかわかるが。今日はどうした。 今はどうしている。細君の心を尽くした晩餐の前にはマグロの新鮮な刺身に青じその薬味を添えた冷ややっこそれを味わう余裕もないが一杯は一杯と杯を重ねた細君は末の子を寝かして火鉢の前に来て座ったがよしこの手紙の夫のそばにあるのに目をつけて「よしこさんなんて言ってきたのです」時男は黙って手紙を投げてやった 崔く君はそれを受け取りながら、夫の顔をじろりと見て、暴風の前に来る雲行きの花肌急なのを知った。崔く君は手紙を読み終わって巻き返しながら、出てきたのですね、うむ。ずっと東京にいるんでしょうか。手紙に書いてあるんじゃないか。すぐ返すって。帰るでしょうか。そんなことを誰が知るものか。夫の動きが激しいので、崔く君は口をつぐんでしまった。 しばらら、く経ってからだから本当にいやさ若い娘の身で小説家になるなんぞって望む本人も本人ならよこす親たちも親たちですからねでもお前は安心したろうと言おうとしたがそれはよしてまあそんなことはどうでもいいさどうせお前たちにはわからんのだからそれよりも尺でもしたらどうだ恩順な細君は特例を取り上げて京焼の盃に なみなみと注ぐ。時代はしきりに酒をあおった。酒でなければ、この鬱をやるに耐えぬと言わぬばかりに。三本目に妻は心配して、この頃はどうかしましたね。なぜ酔ってばかりいるじゃありませんか。酔うということはどうかしたのか。そうでしょう。何か気にかかることがあるからでしょう。よしこさんのことなどはどうでもいいじゃありませんか。ばか。 と時代は一括した細君はそれにも懲りずに。だって、あまり飲んでは毒ですよ。もういいか減んになさい。また、蝶場にでも入って寝ると、あなたは大きいから、私とおる下女の手ぐらいでは、どうにもなりやしませんからさ。まあ、いいからもう一本。でもう一本を半分ぐらい飲んだ。もう酔いはよほど回ったらしい。顔の色は尺度色に染まって、目が少しく座わっていた。 急に立ち上がって。おい、帯を出せ。どこへいらっしゃる三番町まで行ってくる。姉のところうむ。およしなさいよ、危ないから。なあに、大丈夫だ。人の娘を預かって、監督せずに、投げやりにしてはおかれん。男がこの東京に来て、一緒に歩いたり、何かしているのを見ぬふりをしてはおかれん。田川、姉の家のせい、に預けておいても、不安心だから。 今日行って早かったらよし子を家に連れてくる。二階を掃除しておけ。家に置くんですかまた。もちろん。細君は容易に帯と着物等を出そうともせぬので。よしよし、着物を出さんのならこれでいい。と、白地の人へに、とうちりめんの汚れたへこび。帽子もかぶらずに、そのままに急いで戸外へ出た。今出しますから。 本当に困ってしまうという細君の声が後ろに聞こえた。夏の日はもう暮れかかっていた。家来の堺の森にはカラスの声がやかましく聞こえる。どの家でも夕飯が済んで、角口に若い娘の白い顔も見える。ボールを投げている少年もある。管理らしい土壌ひげの紳士が、久しみの若い細君を連れて、神楽坂に散歩に出かけるのにも、 一組か出くわした。時代は、月光した心と、泥酔した身体とに激しく漂わされて、辺りに見えるものが、皆別の世界のもののように思われた。両側の家も動くよう、地も足の下に陥るよう、天も頭の上に覆いかぶさるように感じた。元からさほど強い資料でもないのに、むやみにぐいぐいと煽ったので、一時に酔いが発したのであろう。ふと、 ロシアの先,民の先によって路傍に倒れて寝ているのを思い出したそしてある友人とロシアの人間はこれだから偉い枠撃するならあくまで枠撃せんければダメだと言ったことを思い出したバカな声に師弟の別があってたまるものかと口へ出していった中根坂を登って士官学校の裏門から早苗坂の上まで来た頃は日はもうとっぷりと暮れた 白地の浴衣がぞろぞろと通る。煙草屋の前に若い細君が出ている。氷屋ののれんが涼しそうに夕風になびく。時代はこの夏の夜景をおぼろげに目には見ながら、電信柱に突き当たって倒れそうにしたり、浅い溝に落ちて膝頭をついたり、食工艇の男に酔っ払い目しっかり歩けと罵られたりした。急に自ら思いついたらしく、 坂の上から右に折れて、市街八幡の境内へと入った。境内には人の影もなく、ひっそりとしていた。大きい古い欅の木と、松の木とが覆いかぶさって、左の隅に三五字の大きいのが茂っていた。ところどころの常野灯はそろそろ光を放ち始めた。時生はいかにしても苦しいので、いきなりその三五字の影に身を隠して、 そのの根元の地上に身を横たえたえ興奮した心の状態奔放な情と悲哀の快感とは極端までその力を発展して一方通説に嫉妬の念に駆られながら一方冷淡に事故の状態を客観した初めて恋するような熱烈な情は無論なかった盲目にその運命に従うというよりはむしろ冷やかにその運命を批判した。 熱い主観の情と冷たい客観の批判とが寄り合わせた糸のように固く結びつけられて一種異様の心の状態を呈した。悲しい、実に通説に悲しい、この悲哀は華やかな青春の悲哀でもなく単に男女の恋の上の悲哀でもなく人生の最用に潜んでいるある大きな悲哀だ。行く水の流れ、咲く花の凋落。 この自然の底にわだかまれる抵抗すべからざる力に触れては人間ほど儚かない情けないものはない。大然として涙は時雄のひげ面を伝った。ふとあることが胸に昇った。時雄は立ち上がって歩き出した。もう全く夜になった。境内のところどころに建てられたガラス塔は光を放ってその表面の常夜塔という惨事がはっきり見える。 この常夜灯という惨事、これを見て彼は胸をついた。この惨事を彼はかつて深い大能を持って見たことはないだろうか。今の細君が大きい桃割れに言って、このすぐ下の家に娘でいた時、彼はそのかすかなことの根の彷彿をだに得たいと思って、よくこの八万の高台に登った。彼女を得なければ、いっそ南洋の植民地に漂白しようというほどの。 熱烈な心を抱いて、鳥居、長い石段、社殿、俳句のかけあんどん、この常夜棟の惨事にはよく見入って物を思ったものだ。その下には依然たる家屋、電車の轟きこそ折々石箔を破って通るが、その妻の実家の窓には、昔と同じように明らかに明かりの光が輝いていた。何たる節操なき心ぞ。 わずかに8年の年月をけみしたばかりであるのにこうも変わろうとは誰が思うその桃割れ姿を丸曲げ姿にして楽しく暮らしたその生活がどうしてこういう荒涼たる生活に変わってどうしてこういう新しい恋を感じるようになったか時生は我ながら時の力の恐ろしいのを痛切に胸に覚えたけれどその胸にある現在の事実は 不思議にもも何らの動揺をも受けなかった。矛盾でも何でも仕方がないその矛盾その無摂操。これが事実だから仕方がない事実事実と時生は胸の中に繰り返した時生は耐え難い自然の力の圧迫に焦られたもののように再びそばの露花台に長い身を横たえたふと見ると尺度のような色をした光のない 大きな月が、お堀の松の上に音もなく昇っていた。その色、その形、その姿がいかにもおわびしい。そのおわびしさが、その身の今のおわびしさによくかなっていると時雄は思って、また耐え難い哀愁が、その胸にみなぎり渡った。酔いはすでに冷めた。夜露は起き始めた。土手三番町の家の前に来た。覗いてみたが、よしこの部屋に、 灯家の光が見えぬ。まだ帰って来ぬと見える。時代の胸はまた燃えた。この夜、この暗い夜に恋しい男と二人、何をしているかわからぬ。こういう常識を変えた行為をあえてして、神聖なる行為とは何事、汚れたる行為のないのを弁明するとは何事。すぐ家に入ろうとしたが、まだ当人が帰っておらぬのに上がっても仕方がないと思って、 その前をまっすぐに通り抜けた。女とすれ違うたびに、よし子ではないかと顔を覗きつつ歩いた。土手の上、松の木陰、街道の曲がり角、往来の人に怪しまれるまであちこちを徘徊した。もう九時十時に近い。いかに夏の夜であるからといって、そう遅くまで出歩いているはずがない。もう帰ったにそういないと思って、引き返して姉の家に行ったが、 やはりまだ帰っていない。時雄は家に入った。奥の六畳に通るやいな。吉さんはどうしました。その答えより何より、姉は時雄の着物におびただしく泥のついているのに驚いて、まあどうしたんです時雄さん。明らかなランプの光で見ると、なるほど、白地の浴衣に肩、膝、腰の嫌いなくおびただしい泥跡。なあに、そこでちょっと転んだものだから。 だって肩までついているじゃありませんか。また酔っ払ったんでしょう。なあにと時雄は強いて笑って紛らした。さて時を移さず、よしさん、どこに行ったんです今朝ちょっと中野の方にお友達と散歩に行ってくると言って出たきりですがね。もう帰ってくるでしょう。何かよ。ええ、少し。と言って、昨日は帰るは遅かったですかい,いえ。 お友達を新橋に迎えに行くんだって、4時過ぎに出かけて8時頃に帰ってきましたよ。時生の顔を見て、どうかしたのですのなに、けれどね姉さんと時生の声は改まった。実は姉さんにお任せしておいても、この間の京都のようなことがまたあると困るですから、よし子を私の家に置いて十分監督しようと思うんですがね。そう、それはいいですよ。本当によし子さんは、 ああいうしっかり者だから、私みたいな無教育の者のでは。いや、そういうわけでもないですがね。あまり自由にさせすぎても、かえって当人のためにならんですから、一つ家に置いて、十分監督してみようと思うんです。それがいいですよ。本当に、よし子さんにもね。どこと悪いことのない、発明な、利口な、今のようには珍しい方ですけれど、一つ悪いことがあってね。 男の友達と平気で夜歩いたりなんかするんですからね。それさえ言うと、いいんだけれどとよく言うのですの。すると、よし子さんは、またおばさんの急変が始まったって、笑っているんだもの。いつかなぞも、あまり男と一緒に歩いたり何かするものだから、角の交番でね、不審にしてね、角袖巡査が家の前に立っていたことがあったと言いますよ。それは、そんなことはないんだから。 かまいはしませんけどもね。それはいつのことです。昨年の暮れでしたかね。どうも灰からすぎて困る、と時をは言ったが、時計の針のすでに十時半のところを指すのを見て、それにしてもどうしたんだろう。若いみぞらで、こう遅くまで一人で出て歩くというのは、もう帰ってきますよ。こんなことは幾度もあるんですか。い,いえ、めったにありはしませんよ。夏の夜だから、 まだ宵の口ぐらいいいに思って歩いて歩いるんですよ。姉は話しながら仕事の針を留めぬのである。前に胃腸の大きい立ち物板が捨てられて絹の立ち切れや糸やハサミやが順序なく辺りに乱れている。女物の美しい色にランプの光が明らかに照り渡った。9月中旬の夜は更けてやや肌寒く裏の土手下を後部の貨物汽車が凄まじい地響きを立てて通る。 下駄の音がするたびに今度こそは今度こそはと待ち渡ったが十一時が打って間もなく小刻みな軽い跡歯の音が静かな夜を遠く響いてきた今度のこそよしこさんですよと姉は言った果たしてその足音が家の入り口の前にとどまってガラガラと格子が開く「よしこさんええ」とあでやかな声がする玄関から 竹の高い久しみの美しい姿がスッと入ってきたが「あらまあ先生」と声を立てた。その声には驚きと当悪の調子が十分にこもっていた。「大変遅くなって」と言って座敷と今との間の敷居のところに来て半ば座ってちらりと電光のように時代の顔つきをうかがったがすぐ紫の房に何か包んだものを出して黙って姉の方に押しやった。 何ですかお土産いつもお気の毒ねえいいえ私も召し上がるんですもの」とよしこは快活に言ったそして次の前へ行こうとしたのを無理にランプの明るい眩しい今の片隅に座らせた美しい姿東西流の久しみ、派手なネルにオリーブ色の夏帯を形よく締めて少し端に座った艶やかさ時雄はその姿と相対して 情上すべからざる満足を胸に感じ今までの反問と苦痛とを半ば忘れてしまった有力な敵があってもその恋人をだに占領すればそれで心の休まるのは恋する者の,の状態である大変に遅くなってしまっていかにもやるせないというようにかすかに弁解した中野へ散歩に行ったって時生は突如として問うた「へえ よしこは時代の顔色をまたちらりと見た。姉は茶を入れる。土産の包みを開くと、姉の好きな、好きなシュークリーム。これは、まあおいしいと姉の声。でしばらく一時はそれに気を取られた。しばらくしてからよしこが、先生、私の帰りのを待っていてくださったのええええ、一、ええ、時間半ぐらい待ったのよ、と姉がそばから言った。でその話が出て、都合さえよくば、 今夜からでも荷物はあとからでもいいから一緒に連れて行くつもりで来たということを話した。よし子は下を向いてうなずいて聞いていた。むろんその胸には一種の圧迫を感じたに相違ないけれど、よし子の心にしては絶対に信頼して今回の恋のことにも全身を上げて同情してくれた死の家に行って住むことは別に甚だしい苦痛でもなかった。むしろ以前からこの昔風の 家に同居しているのを不快に思って、できるならば、初めのように先生の家にと願っていたのであるから、今の場合でなければ、かえって大いに喜んだのであろうに。時京は一刻も早くその恋人のことを聞きただしたかった。今その男はどこにいるいつ京都に帰るかこれは時雄にとっては、実に重大な問題であった。けれど、何も知らぬ姉の前で、打ち明けて問うわけにもいかぬので、 この世は、強ほどもそのことを口に出さなかった。一座は平凡な物語に老けた。今夜にもと、時雄の言い出したのを、だってもう十二時だ、明日にした方がよかろうとの姉の注意。で、時雄は一人で牛込めに帰ろうとしたが、どうも不安心で仕方がないような気がしたので、夜の老けたのを後日に姉の家に泊まって、明朝早く一緒に行くことにした。よし子は八丈に、 時雄は六畳に姉と床を並べて寝た。やがて姉の小さい,いびきが聞こえた。時計は一時を勘となった。八畳では寝つかれぬとおぼしく、よおり,おり高いため息の気配がする。後部の貨物列車が凄さまじい地響きを立てて、この深夜を一人通る。時雄も久しく眠られなかった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。 リブリボッックス、ドトオグのたた。た。めにに録音されました5翌朝、時代は吉子を自宅に伴った『2人になるより早く時男は昨日の消息を知ろうと思ったけれどよし子がうつむきがちに正然として後ろについてくるのを見るとなんとなくかわいそうになって胸にイライラする思いをたたみながら目して歩いた。さないを登り終わると人通りが少なくなった。 時計はふと振り返って、それでどうしたのと突如として尋ねた。え反問したよし子は顔を曇らせた。昨日の話さ。まだいるのかね今夜の6時の急行で帰ります。それじゃ送っていかなくってはいけないじゃないか。いいえ、もういいんですの。これで話は途絶えて、二人は黙って歩いた。屋内町の時の時宅。今まで 物置にしておいた2階の3畳と6畳これをきれいに掃除してよし子の住まいとした久しく物置子どもの遊び場にしておいたので塵が山のように積もっていたが箒をかけ雑巾をかけ雨のしみのついた破れた障子を張り替えるとこうも変わるものかと思われるほど明るくなって裏の堺の墓の胎児の茂りが心地よき緑をその一室にみなぎらした。 林家のぶどう棚打ち捨てて手を入れようともせぬ庭の雑草の中に美人草の美しく混じって咲いているのも今さらに目につく時雄は去る画家の描いた朝顔の服を選んで床にかけ喧嘩瓶には遅れ咲きのバラの花をさした昼ごろに荷物がついて大きな品カバン、柳氷信玄袋本箱机ヤグ これを二階に運ぶのにはなかなか骨が折れる。時計はこの手伝いに一日車を休むべく余儀なくされたのである。机を南の窓の下、本箱をその左に、上に鏡やら、紅皿やら、瓶やらを順序よく並べた。押し入れの一方には品カバン、柳氷、サラサの布団やぐの一組を他の一方に入れようとした時、女の移りがが、 鼻を打ったので、時雄は変な気になった。午後2時頃には、一室がひとまず整頓した。どうです、ここも居心は悪くないでしょう。時雄は得意そうに笑って、ここにいて、まあゆっくり勉強するです。本当に実際問題に触れて、つまらなく苦労したって仕方がないですからね。ええ、とよし子は頭を打たれた。後で詳しく聞きましょうが。 今のうちは二人ともじっとして勉強していなくては仕方がないですからね。ええ。と言ってよしこは顔を上げてそれで先生私たちもそう思って今はお互いに勉強して将来に希望を持って親の許しをも得たいと存じておりますの。それがいいです。今あまり騒ぐと人にも親にも誤解されてしまってせっかくの真面目な希望も遂げられなくなりますから。 ですから、ね、先生。私は医師になって勉強しようと思いますの。田中もそう申しておりました。それから先生にぜひお目にかかってお礼を申し上げなければ済まないと申しておりましたけれど、よく申し上げてくれって。いや、時男はよしこの言葉の中に私でもと複数を使うのと、もう公然言い,い名付けの約束でもしたかのように言うのと、不快に思った。 まだだ。か20ののの女が、こうした言葉をを口にするのを怪しんだ時男は時代の押し移ったのを今更のように感じた当世の女学生かたのいかに自分らの恋した時代の書状気質と異なっているかを思ったもちろんこの女学生気質を時男は主義の上趣味の上から喜んで見ていたのは事実である昔のような教育を受けては 到底今の明治の男子の妻としては立っていかれぬ。女子も立たねばならぬ。医師の力を十分に養わねばならぬとは彼の持論である。この持論を彼はよ子に向かっても少なからずこすいした。けれどこの審判の肺からの実行を見ては、さすがに眉を潜めずにはいられなかった。男からは、甲図の化身で、木戸についたというはがきがついて、翌日、 三番町の姉のの家から届けてきた。今の2階にはよしコがいて呼べばすぐ返事をして降りてくる食事には三度三度膳を並べて団らんしてく夜は明るいランプを取り巻いてにぎわしく面白く語り合う靴下は編んでくれる美しい笑顔を絶えず見せる時生はよしコを全く占領してとにかく安心もし満足もした細君も よしこに恋人があるのを知ってから危険の念不安の念を全く去った。よしこは恋人に別れるのがつらかった。なろうことなら一緒に東京にいて時々顔をも見言葉をも交えたかった。けれど今の際それはできがたいことを知っていた。二年三年男が同志社を卒業するまでは玉坂の狩りの訪れを頼りに一心不乱に勉強しなければならぬと思った。 で、午後からは以前のごとく麹町の某英学塾に通い時代も小石川の社に通った時代は夜など折々よしこを自分の書斎に呼んで文学の話小説の話それから恋の話をすることがあるそしてよしこのためにその将来の注意を与えたその時の態度は公平で率直で同情に富んでいて 決して泥酔して川屋に寝たり市場に横たわったりした人とは思われない。さればといって時雄はわざとそういう態度にするのではない。女に向かっているセスナその愛した女の関心を得るにはいかなる犠牲も甚だ高価にすぎなかった。でよしこは死を信頼した。時期が来て父母にこの恋を償る時旧思想と新思想と衝突するようなことがあっても この恵み深い死の承認を餌さえすればそれでたくさんだとまで思った9月は10月になった寂しい風が裏の森を鳴らして空の色は深く青く日の光は透き通った空気に差し渡って夕の貝が濃く辺りをくまどるようになった取り残した芋の葉に雨は終日降りしきって八百屋の店には真っ先が並べられた柿の虫の声は つ雨に衰えて庭の霧の葉ももろくも落ちた。午前のうちの1時間9時より10時までを鶴姉夫の小説の解釈「よし子は死の輝く芽のもとに机に蓮に座ってオン・ゼ・イブ」の長い長い物語に耳を傾けた。エレネの感情に激しく意志の強い性格とその悲しい悲壮なる末路とはいかに彼女を動かしたか。 しこはエネの恋物語を自分に引き比べてその身を小説のうちに置いた恋の運命恋すべき人に恋する機会がなく思いもかけぬ人にその一生を任した運命実際悦子の当時の心情をそのままであった妻の浜でゆっくりなく受け取った百合の花の一葉の葉書。それがこうした運命になろうとは夢にも思い知らなかったのである 雨の森、闇の森、月の森に向かって、よし子はさまざまにそのことを思った。京都の容疑者、佐賀の月、舌に遊んだ時には、湖水に夕日が美しく岩立って、旅館の中庭に灰が絵のように咲き乱れていた。その二日の遊びは、実に夢のようであったと思った。続いて、まだその人を恋せぬ前のこと。の海水浴、 故郷の山の中の山中月、病気になるの以前ことにその時の反問を考えると頬がおのずから赤くなった空想から空想その空想はいつか長い手紙となって京都に行った京都からもほとんど確実のように熱い熱い風書が届いた書いても書いても尽くされぬ二人の情あまりその文通の頻繁なのに時雄はよ子の不在を伺って 監督という口実のもとにその両親を押さえてこっそり机の引き出しやら浮爆やらを探した探し出した二三通の男の手紙を走り読みに読んだ恋人のするような甘ったるい言葉は至るところに満ちていたけれど時雄はそれ以上にある秘密を探し出そうと苦心した接吻の後性欲の跡がどっかに現れておりはせぬか神聖なる恋以上に 二人の間は進歩しておりはせぬか。けれど手紙にもわからぬのは恋の誠の消息であった。一か月は過ぎた。ところがある日、時雄はよし子に宛てた一通のハガを受け取った。英語で書いてあるハガであった。何気なく読むと、一月つくほどの生活費は準備していく。あとは東京で異色の職業が見つかるかどうかという意味。 京都田中としてった時京は胸をとどろかした平和は一時にして敗れた晩餐後よし子はそのことを問われたのであるよし子は困ったというふうで「先生本当に困ってしまったんですの田中が東京に出てくるというのですもの私は二度三度まで止めてやったんですけれどなんだか宗教に従事して虚偽に生活していることが 今度の動機で、で、すっっっかかかり嫌にななててししまったとかなんとんどうしても東京に出ててくるって言うんですよ。東京に来て何をするつもりなんだ文学をやりたいと。文学文学って何だ小説を書こうというのかええ、そうでしょう。バカな。と時雄は一喝した。本当に困ってしまうんですの。あなたはそんなことを勧めたんじゃないか。いいえ、と激しく首を振って。 私はそんなこと私は今の場合困るからせめて同志社だけでも卒業してくれってこの間初めに申してきた時に立って止めてやったんですけれどもうすっかり独断でそうしてしまったんですって今さら取り返しがつかぬようになってしまったんですってどうして神戸の信者で神戸の教会のために田中に学習を出してくれている幸治という人があるのですのその人に 田中が宗教は自分にはできぬから将来文学で立とうと思うどうか東京に出してくれと言ってやったんですのすると大層怒ってそれならもう構わぬ勝手にしろと言われてすっかり支度をしてしまったんですって本当に困ってしまいますのバカなと言ったが今一度止めてやんなさい小説で立とうなんて思ったってとても駄目だ全く空想だ 空想の極端だそれに田中がこっちに出てきていては騎上の監督上私が非常に困る騎上の世話もできんようになるから厳しく止めてやんなさい」。よし子はいよいよ困ったという風で止めてはやりますけれど手紙が行き違いになるかもしれませんから行き違いそれじゃもう来るのか時生は目を見張った「今来た手紙にもう手紙をよこしてくれても」。 行き違いになるからと言ってよこしたんですから今来た手紙ってさっきの半旗のまた後に来たのかよし子はうなずいた困ったねだから若い空想家はダメだと言うんだ平和は再び書き乱されることとなった章終わりこの録音はパブリックドメインです「リブリボックス」 ドットオのたために録音されました「6」「一日置いて今夜の6時に新橋に着くという電報があった」「電報を持ってよし子はマグまをしていた」「けれど夜一人若い女を出してやるわけにいかぬので新橋へ迎えに行くことは許さなかった」「翌日は会って立って冷めてどうしても京都に帰らせるようにすると言ってよし子はその恋人のもとを問うた」 その男は停車場前の鶴屋という旗小屋に泊まっているのである。時代が車から帰った時には、まだとても帰る前と思ったよし子が、すでにその笑顔を玄関に表していた。聞くと田中は、すでにこうして出てきた以上、どうしても京都には帰らぬとのことだ。で、よし子はほとんど喧嘩をするまでに争ったが、やはり段として聞かぬ。先生を頼りにして出京したのではあるが、そう聞けば、 なるほどごもっともである。監督上都合の悪いというのもよく分かりました。けれど今更帰れませぬから自分でいかようにしても自活の道を求めて目的地に住むよりほかはないとまで言ったそうだ。時雄は不快を感じた。時雄は一時は勝手にしろと思った。放っておけとも思った。けれど県内の一員たる彼に。 どうして全く不馬牛たくることを得ようぞ。よしこはそのあと三日訪問した形跡もなく学校の時間には正確に帰ってくるが学校に行くと称して恋人のもとによりはせぬかと思うと胸は疑惑と嫉妬とに燃えた時雄は応納したその心は日に幾変となく変わったある時は全く犠牲になって二人のために尽くそうと思った ある時はこの一部始終を国に報じて一挙に破壊してしまおうかと思った。けれどこのいずれをもあえてすることのできぬのが今の心の状態であった。細君がふと時計に事後した。あなた二階ではこれよ。と針で着物を縫う真似をして小声できっとあげるんでしょう。紺がすりの書生ばおり。白い木綿の長い紐も買ってありますよ。 本当かええ。と、彩君は笑った。時雄は笑うどころではなかった。よし子が、今日は先生少し遅くなれますからと、顔を赤くしていった。あそこに行くのかと問うと、いいえ、ちょっと友達のところに用があって寄ってきますから。その夕暮れ、時雄は思い切って、よし子の恋人の下宿を訪問した。まことに先生にはよう申し訳がありまえんのやけれど。 長い演説帳の郵便で形式的な申し訳をした後、田中という中勢の少し超えた色の白い男が祈祷する時のようなメールをしてさも同情を求めるように言った時生は熱していた「しかし君分かったらそうしたらいいじゃありませんか」「僕は君らの将来を持っているのです」「よし子は僕の弟子です」「僕の責任としてよし子に敗学させるには忍びん」 君が東京にどうしてもいると言うなら、よしこを国に返すか、この関係を父母に打ち明けて許可を請うか、二つのうち一つを選ばんければならん。君は君の愛する女を、君のために山の中に埋もらせるほどエゴイスチックな人間じゃありますまい。君は宗教に従事することが、今度の事件のために嫌になったと言うが、それは一種の考えで、君は忍んで京都におりさえすれば、 万事円満に二人の間柄も将来希望があるのですから、よう分かっております。けれどできんですか。どうもすみませんけど、制服も帽子も売ってしもうたで、今更帰るにも帰れまえんという次第で。それじゃあよしこを国に返すですか。彼は黙っている。国に行ってやりましょうか。やはり黙っていた。私の東京に参りましたのは、 そういうことにはむしろ関係しないつもりでおます。別さんこちらにおりましても二人の間にはどうという。それは君はそう言うでしょう。けれどそれでは私は監督はできん。恋はいつ湧き出するかもわからん。私はそえなことはないつもりですけどな。誓いうるですか。静かに勉強していかれさえすれやな。そえな,なことありませんけどな。だから困るのです。 こういうい会要領を得ない会話を繰り返して長く相対した時京は将来の希望という点男子の犠牲という点事件の進行という点からいろいろさまざまに帰国を進めた時京の目に映じた田中飛は想像したような一家秀麗な上夫でもなく天才肌の人とも見えなかった麹町三番町通りの安幡御三方壁で仕切られた 暑い部屋に初めて相対したとき、まず彼の目に迫ったのは、キリスト教に養われた、嫌に取りすました、年ににわわぬ老成な、嫌な不愉快な態度であった。京都生まれの言葉、色の白い顔、優しいところはいくらかはあるが、多い青年の中から、こうした男を特に選んだよしこの気が知れなかった。ことに時男が最も嫌に感じたのは、 天流露という率直なところがみじんもなく、事故の罪悪にも弱点にもいろいろの理由を強いてつけて、これを弁解しようとする形式的態度であった。とはいえ、実を言えば、時京の激しい頭には、これがすぐ直角的に明らかに映ったというではなく、座敷の隅に置かれた小さい旅鞄ばんや、哀れにもひしをたれた白地の浴衣などを見ると、 青年空想の昔が思い出されてこうした恋のため反問もし大能もしているかと思って連憫の情も怒らぬではなかったこの暑い室に相対してあぐらをもかかず二人は少なくとも1時間以上語った話はついに要領を得なかったまずいま一度考え直してみたまえくらいが最後で時計は別れて基礎についたなんだか馬鹿らしいような気がした 愚かなる行為をしたように感じられて自らその身を嘲笑した心にもないお世辞をも言い自分の胸の底の秘密を覆うためには二人の恋の恩情なる保護者となろうとまで言ったことを思い出した安翻訳の仕事をあっせんしてもらうため帽子に紹介の労を取ろうと言ったことをも思い出したそして自分ながら自分の育児なく好人物なのを罵った 時代は幾度か考えた。むしろ国に放置してやろうかとけれどそれを放置するにどういう態度を持ってしようかというのが大問題であった二人の恋の鍵を自ら握っていると信じるだけそれだけ時雄は責任を重く感じたその身の不当の嫉妬不正の連情のためにその愛する女の熱烈なる恋を犠牲にするには忍びぬとともに自ら言った 恩情なる保護者として道徳家のごとく身を処するにも絶えなかった。また一方にはこのことが国に知れて、義子が父母のために伴われて帰国するようになるのを恐れた。義子が時雄の書斎に来て頭を垂れ、声を低くして、その希望を述べたのはその翌日の夜であった。いかに解いても男は帰らぬ。さえとて国へ放置すれば、父母の許さぬのは知れたこと。 にによれば、たちまちま迎えに来ぬとも限らぬ男もせっかくああして出てきたことでもあり2人の間も世の中の男女の恋のように浅く思い浅く恋したわけでもないから決して汚れた行為などはなく枠出するようなことは誓ってしない文学は難しい道小説を書いて一家をなそうとするのは田中のようなものにはできぬかもしれねえど同じく将来を進むなら にに好む道に携わりたい。どうかしばらくこのままにして東京に置いてくれとの頼み、時雄はこの余儀なき頼みを告げなく退けることはできなかった。時雄は京都佐賀における女の行為にその節操を疑ってはいるが、一方にはまたその弁解をも信じて、この若い二人の間にはまだそんなことはあるまいと思っていた。自分の青年の経験に照らしてみても、神聖なる憂いの恋は、 成り立っても肉の恋は決してそう容易に実行されるものではない。で時生は枠できせぬものならばしばらくこのままにしておいていいと言ってそしてルルとして例の恋愛肉の恋愛恋愛と人生との関係教育ある新しい女のまさに守るべきことなどについて切実にかつ真摯に教訓した。個人が女子の節操を戒めたのは社会道徳の制裁よりは むしろ女子の独立を保護するためであるということ、一度肉を男子に許せば女子の自由が全く破れるということ、西洋の女子はよくこの間の消息を返しているから男女交際をして不都合がないということ、日本の新しい婦人も是非ともそうならなければならぬということなど主なる教訓の題目であったが、ことに新派の女子ということについて通説に語った。 うつむいいいてて聞た時京は今日に乗じて「そして一体どうして生活しようというのです」「少しは準備もしてきたんでしょう」「ひとぐらいはいいでしょうけれど」「何かうまい口でもあるといいけれど」と時京は言った「実は先生におすがり申して誰も知ってるものはないのに出てまいりましたのですから大層失望しましたのですけれど」「だってあまりとっぴだ」 一昨日会ってもそう思ったが、どうもあれでも困るね、と時生は笑った。どうかまたご心配下さるように、この上ご心配かけては申し訳がありませんけれど、とよし子はすがるようにして顔をあからめた。心配せん方がいい、どうかなるよ。よし子が出て行った後、時生は急に険しい難しい顔になった。自分に、自分に、この声の世話ができるだろうか、と一人で胸に反問した。 若い鳥は若い鳥でなくてはだめだ。自分らはもうこの若い鳥を引く美しい羽を持っていない。こう思うと、言うに言われぬ寂しさがひしと胸を襲った。妻と子、家庭の快楽だと人は言うが、それに何の意味がある。子供のために生存している妻は生存の意味があろうが、妻を子に奪われ、子を妻に奪われた夫は、どうして赤爆足らざるを得るか。時計はじっとランプを見た。 机の上にはもうパスさんの「しよりもつよし」が開かれてあった。2、3日たってのち時男は冷酷に社から帰って火鉢の前に座ると、細君が小声で、今日来てよ。誰が ?2 階の空、よしこさんのいい人、細君は笑った。そうか、今日1時ごろ、ごめんなさいと玄関に来た人があるですから、私が出てみると、顔の丸いかすりの羽織を着た。 広島の袴を履いた書生さんがいるじゃありませんか。また原稿でも持ってきた書生さんかと思ったら、横山さんはこちらにおいでですかと言うじゃありませんか。はて不思議だと思ったけれど名を聞きますと田中、はあそれでその人だなと思ったんですよ。嫌な人ねあんな人をあんな書生さんを恋人にしないったっていくらもいいのがあるでしょうに。よし子さんはよほど物好きねえ。 あれじゃとても望みはありませんよ。それでどうしたよしこさんは嬉しいんでしょうけど、なんだか決まりが悪そうでしたよ。私がお茶を持って行ってあげると、よしこさんは机の前に座っている。その前にその人がいて、今まで何か話していたのを急によして黙ってしまった。私は変だからすぐ降りてきたですがね。なんだか変ね。今の若い人はよくああいうことができてね。私のその頃には、 男に見られるのすら恥ずかしくって恥ずかしくって仕方がなかったものですのに、時代が違うからな。いくら時代が違っても、あまり心配すぎると思いましたよ。堕落書生と同じですからね。それや、上辺が似ているだけで、心はそんなことはないでしょうけれど、なんだか変ですよ。そんなことはどうでもいい。それでどうした。おつる下女が言ってあげるというのに、いいと言って、ご自分で出かけて、 もち菓子と焼き芋を買ってきてごちそうしてよ。おつるも笑っていましたよ。お湯をさしにあがると、二人でおいしそうにお札を食べているところでしたって。時生も笑わざるを得なかった。細君はなお語り継いだ。そしてずいぶん長く高い声で話していましたよ。議論みたいなことも言って、よし子さんもなかなか負けない様子でした。そしていつ帰った。もう少しさっき。 よしこはいるか。いいえ道がわからないから一緒にそこまで送って行ってくるって出かけて行ったんですよ時雄は顔を曇らせた夕飯を送っていると裏口からよしこが帰ってきた急いで走ってきたとおぼしくせいせい息を切っているどこまでいらしたと崔君が問うと神楽坂までと答えたがいつもする「お帰りなさいまし」を時雄に向かって行って そのまま、ババタバタと2階へ上がった。すぐ降りてくるかと思うになかなか降りてこない。よしこさん「よしこさんよしこさん」と3度ほど細君が呼ぶと「はい」という長い返事が聞こえてやはり降りてこない。お鶴が迎えに行ってようやく2階を降りてきたが準備した夕飯の膳をよそに柱に近くはに座った。「ご飯はもう食べたくないのお腹がいっぱいであまりお札を召し上がったせいでしょう。 あらまあ、ひどい奥さん。いいわ、奥さん。と、にらむ真似をする。サイは笑って、よしこさん、なんだか変ね。なぜと、長く引っ張る。なぜでもないわ。いいことよ、奥さん。と、また、にらんだ。トキオは黙って、この筐体に対していた。胸の騒ぐのは無論である。不快の情は、ひしと押し寄せてきた。よしこはちらとトキオの顔をうかがったが、その復縁なのが一目でわかった。ですぐ態度を改めて、 先生、今日田中が参りましてねそうだってねお目にかかってお礼を申し上げなければならんのですけれどもまた改めて上がりますからってよろしく申し上げてそうかと言ったがそのままふいと立って書斎に入ってしまったその恋人が東京にいてはたとえ自分がよし子をその2階に置いて監督しても東京は心を休んずる暇はなかった2人の相合うことを妨げることは 絶対に不可能である手紙は無論差し止めることはできぬし今日ちょっと田中に寄って回りますから一時間遅くなりますと公然と断っていくのをどうこう言うわけにはいかなかったまたその男が訪問してくるのを非常に不快に思うけれど今更それを遮絶することもできなかった時代はいつの間にかこの二人からその恋に対しての恩情の保護者として認められてしまった 東京は常にイライラしていた。書かなければならぬ原稿が幾種もある。書紙からも催促される。金も欲しい。けれどどうしても筆を取って文を綴るような落ち着いた心の状態にはなれなかった。強いて試みてみることがあっても考えがまとまらない。本を読んでも2ページも続けて読む気になれない。二人の恋の温かさを見るたびに胸を燃やして罪もない細君に。 当たり散らして酒を飲んだ。晩餐の際が気に入らぬと言って、お膳を蹴飛ばした。夜は十二時過ぎに酔って帰ってくることもあった。よしこはこの乱暴な不調子な時雄の行為に少なからず心を痛めて、私がいろいろご心配をかけるもんですからね、私が悪いんですよ、とわべるように細工に言った。よしこはなるたけ手紙の往復を人に見せぬようにし、訪問も三度に一度は学校を休んで、 こっそり行くようにした。時雄はそれに気がついて一層大能の度を増した。野は秋も暮れて木枯らしの風がたった。裏の森のイチももみじして夕の空を美しく彩った。垣根道には反り返った落ち葉がガサガサと転がっていく。モズの鳴き声がきたたましく聞こえる。若い二人の声がいよいよ人目に余るようになったのはこの頃であった。 時雄は監督上ビルに見かねて佳子を解き進めてこの一部始終を故郷の父母に法然しめたそして時雄もこの恋に関しての長い手紙を佳子の父に寄せたこの場合にも時雄は佳子の感謝の情を十分に勝ち得るように努めた時雄は心を欺いて悲壮なる犠牲と称してこの恋の温情なる保護者となった備中の山中から数々の手紙が来た ショー終わりこの録音はパブリックドメインです「リブリボックス .org」のために録音されました7その翌年の1月には東京は地理の用事で上部の境なる利根川藩に出張していた彼は昨年の年末からこの地に来ているので家のことよし子のことが ことにに心配になさりとて公務を行かんともすることができなかった正月になって2日にちょっと聞きをしたがその時は次男が歯を病んで妻とし子とがしきりにそれを解放していた妻に聞くとし子の声はさらに枠敵の度を加えた様子大晦日の晩に田中が生活のたつきを得ず下宿に帰ることもできずに昼夜運転の電車に 一夜を過ごしたということ。あまり頻繁に二人が往来するので、それをそれとなしに注意して、よし子と口争いをしたということ。そのほか、趣旨のことを聞いた。困ったことだと思った。一晩泊まって、再び、ネの河畔に戻った。今は五日の夜であった。ぼーっとした空に月が傘を帯びて、その光が川の中央にキラキラと金を砕いていた。時代は机の上に、 一通の封書を開いて深くそのことを考えていた。その手紙は今少し前旅館の下女が置いていったし子の筆である。先生誠に申し訳がございません。先生の同情ある御恩は決して一生経っても忘れることでなく今もその心を思うと涙がこぼれるのです。父母はあの通りです。先生があのようにおっしゃってくだすっても。 昔風のかたくなで私どもの心をくんでくれようともいたしませず泣いて訴えましたけれど許してくれません母の手紙を見れば泣かずにはおられませんけれど少しは私の心も汲んでくれてもいいと思います恋とはこう苦しいものかと今つくづく思い当たりました先生私は決心いたしました聖書にも女は親に離れて 夫に従うとございます通り私は田中に従おうと存じます。田中はいまだに生活のたつきを得ませず、準備した金は既につき、昨年の暮れは裏暮れの悲しい生活を送ったのでございます。私はもう見ているに忍びません。国からの補助を受けませんでも、私らは私ら二人でできるまでこのように生きてみようと思います。先生にご心配をかけるのは、 誠にすみません。監督上、ご心配なさるのもごもっともです。けれど、せっかく先生が、あのように、私らのために、国の父母をおとき下すったにもかかわらず、父母は、ただ、無意味に怒ってばかりいて、取り合ってくれませんのは、あまりと申せば無慈悲です。感動されても仕方がございません。堕落堕落と申して、ほとんど、弱いせぬばかりに申しておりますが、 私たちの恋はそんなに不真面目なものでございましょうか。それに家の門地門知と申しますが、私は恋を父母の都合によっていたすような旧式の女でないことは先生もお許しくださるでしょう。先生、私は決心いたしました。昨日上の図書館で女の見習い生がいるようだという広告がありましたから、応じてみようと思います。二人して一生懸命に働きましたら、 まさかに飢えるようなこともございますまい。先生のお家にこうしていますればこそ、先生にも奥様にもご心配をかけてすまぬのでございます。どうか先生、私の決心をお許しください。よし子、先生御元へ。恋の力はついに二人を深い枠暦の淵に沈めたのである。時生はもうこうしてはおかれぬと思った。時生がよし子の関心を得るためにとった。 恩情の保護者としての態度を考えた。備中の父親に寄せた手紙。その手紙には、極力二人の恋を庇護して、どうしてもこの恋を許してもらわねばならぬという趣旨であった。時代は、父母の到底これを承知せぬことを知っていた。むしろ、父母の極力反対することを希望していた。父母は、果たして極力反対してきた。言うことを聞かぬなら、感動するとまで言ってきた。 時人は佳子のためにあくまで弁明し汚れた目的のために行われたる恋でないことを言い父母のうち一人ぜひ出京してこの問題を解決してもらいたいと言い送った。けれど故郷の父母は監督なる時雄がそういう主張であるのと到底その口から許可することができぬのとで上京しても無駄であると言って出てこなかった。 時雄は今、よし子の手紙に対して考えた。二人の状態は、もはや一刻も猶予すべからざるものとなっている。時雄の監督を離れて、二人一緒に暮らしたいという大胆な言葉。その言葉の中には、警戒すべき文子の多いのを思った。いや、すでに一歩を進めているかもしれぬと思った。また一面には、これほどそのために尽力しているのに、その行為を無にして、こういう決心をするとは、義理知らず、 情け知らず勝手にするがいいとまで激した時雄は胸の轟きを鎮めるため月を溺ろなる利根川の堤の上を散歩した月が傘を帯びた夜は冬ながらやや暖かく土手下の家々の窓には平和な灯火が静かに輝いていた川の上には薄いもやがかかって折々通る船の炉の音がギーと聞こえる下流で「多い」と私を呼ぶものがある。 船橋を渡る車の音がとどろに響いてそしてまた一時静かになる時雄は土手を歩きながら趣旨のことを考えたよし子のことよりは一層通説に事故の家庭の寂しさということが胸を往来した356歳の男女の最も味わうべき生活の苦痛事業に対する煩悩性欲より起こる不満足等が凄まじい力でその胸を圧迫した よし子は彼のために平凡なる生活の花でもありまた糧でもあった。よし子の美しい力によって荒野のごとき胸に花咲き錆び果てた金は再びなろうとした。よし子のために復活の活気は新しく枯水された。であるのに再び石灰荒涼たる以前の平凡なる生活に帰らなければならぬとは。不平よりも嫉妬よりも熱い熱い涙が彼の方を伝った。 彼は真面目にヨ子の恋とその一生とを考えた。二人同棲して後の献体。疲労。冷酷を事故の経験に照らしてみた。そしてひとたび男子に身を任せて、後の女子の境遇の憐れむべきを思いやった。自然の才能に秘める暗黒なる力に対する遠征の女王は今彼の胸をムラムラとして襲った。真面目なる解決をほどかさなければならぬという気になった。 今までの自分の行いのはなはだ不自然で不真面目であるのに思いついた時雄はその夜備中の山中にある義子の父母に寄せる手紙を熱心に書いた義子の手紙をその中に巻き込んで二人の近況を詳しく記し最後に父たる貴家と死たる小生と当事者たる二人と相対してこの問題を真面目に議すべき次節到来せると存じ候。 貴家は父としての主張あるべく、義子は義子としての自由あるべく、小生また死としての意見これあり騒楼。ご多忙の際にはありし騒楼へども、ぜひぜひご執行下されたく、幾方にも希望をつかまつり騒楼。と書いて筆を結んだ。封筒に収めて、備中国新見町横山氷蔵様と書いてそばに置いてじっとそれを見いった。 この一通が運命の手だと思った。思い切って女を呼んで渡した。一日二日、東京はその手紙の備中の山中に運ばれていく様を想像した。四面山で囲まれた小さな田舎町、その中央にある大きな白壁造り、そこに郵便客婦が配達すると、店にいた男がそれを奥へ持っていく。竹の高いひげのある主人がそれを読む。運命の力は。 一刻ごとに迫ってきた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックス、ドットオグのために録音されました。八。十日に時代は東京に帰った。その翌日、備中から返事があって、二三日のうちに父親が出発すると報じてきた。 よし子も田中も今の際むしろそれを希望してるらしく別にこれと言って驚いた様子もなかった父親が東京に着いてまず京橋に宿を取って牛込の東京の宅を訪問したのは16日の午前11時頃であったちょうど日曜で東京は宅にいた父親は付録コートを着て中高帽をかぶって蝶との旅行に疲れたという風であった よしこはその日医師へ行っていた。三日ほど前から風邪をひいて熱が少しあった。頭痛がすると言っていた。間もなく帰ってきたが、裏口から何の気なしに入ると、サイ君が、よしこさん、よしこさん、大変よ、お父さんが来てよ、お父さん、とよしこもさすがにハッとした。そのまま二階に上がったが降りてこない。奥で、よしこはと呼ぶので、 崔君が下から呼んでみたが返事がない。登って行ってみると、よし子は机の上にうつぶしている。よし子さん、返事がない。そばに行ってまた呼ぶと、よし子は青い神経性の顔をもたえた。奥で呼んでいますよ。でもね、奥さん、私はどうして父にあおれるでしょう。泣いているのだ。だって、父様に久しぶりじゃありませんか。どうせ、 会わないわけにはいかんのですもの。なあに、そんな心配をすることはありませんよ。大丈夫ですよ。だって、奥さん。本当に大丈夫ですから、しっかりなさいよ。よくあなたの心を父様にお話しなさいよ。本当に大丈夫ですよ。よし子はついに父親の前に出た。ひげ置く、威厳のある中に、どことなく優しいところのある、懐かしい顔を見ると。 よしこは涙のみなぎるのをとどめえなかった。旧式な頑固な親父、若い者の心などの分からぬ親父、それでもこの父は優しい父であった。母親は万事に気がついてよく面倒を見てくれたけれど、なぜかよしこには母よりもこの父の方がよかった。その身の今の急迫を訴え、泣いてこの恋の真面目なのを訴えたら、 父親もよもや動かされぬことはあるまいと思った。よしこ、しばらくじゃったのう。体は丈夫かのう。お父様、よしこは、後を言いえなかった。今度来ますときに、と父親は、そばに座っている時代に語った。佐野と御殿場でしたかな。汽車に故障がありましてな。二時間ほど待ちました。機関が破裂しましてな。それは、 全速力で進行しているうちに、凄まじい音がしたと思いましたけ。汽車がおびただしく傾斜して、だらだらと逆行しましてな。何事かと思いました。機関が破裂して、家父が二人とか即死した。それは危険でしたな。沼津から機関車を持ってきて、つけるまで、二時間も待ちましたけ。その間もな、思いまして。これのために、こうして東京に来ている途中。 もしものことがあったら、よし、と今度は娘の方を見て、お前も兄弟に申し訳がなかろうと思ったじゃわ。よしこは頭を垂れて黙っていた。それは危険でした。それでも別におけがもなくって結構でした。ええまあ。父親と時男はしばらくその期間破裂のことについて語り合った。ふとよしこは、お父様、家では皆、変わることはございません。 皆達者じゃ。母さんもうむ、今度も私が忙しいけいな。母に来てもらうように言うてじゃったが、やはり私の方がいいじゃろうと思って。兄さんもお達者うむ、あれもこの頃は少し落ち着いている。かれこれするうちに昼飯の禅が出た。よし子は自分の部屋に戻った。食事を終わって茶を飲みながら、時代は前からのその問題を語り継いだ。 であなたはどうしても不賛成。賛成しようにもしまいにもまだ問題になりおりませんけ。今仮に許して二人一緒にするにいたしても男は二十二で同志社の三年生では。それはそうですが人物をご覧の上将来の約束でも。いや約束などとそんなことはいたしますまい。私は人物を見たわけでありませんけ。よく知りませんけどな。 女学生の状況の都市を用して途中に泊まらせたり年来の恩ある神戸教会の恩人を一丁にして捨て去ったりするような男ですけとても話にはならぬと思いますじゃこの間よしから母へよこした手紙にその男は苦しんでおるじゃでどうかお察しくだすって私の学費を少なくしてもいいから早稲田に通うくらいの金を出してくれと書いてありましたあげな何かそういう計画で よしが騙されておるんではないですかな。そんなことはないでしょうと思うですが。どうも怪しいことがあるです。よし子と約束ができて、すぐ宗教が嫌になって、文学が好きになったというのもおかしいし、その後をすぐ追って出てきて、あなたなどのご説言も聞かずに、衣食に苦しんでまでもこの東京にいるなども意味がありそうですわい。それは恋の枠的であるかもしれませんから。 善に解釈すすることもできますがそれにしても許可するのをせぬのとは問題になりませんけ結婚の約束は大きなことでしてそれにはその者の,の身分も調べてこっちの身分とのつり合いも考えなければなりませんし血統を調べなければなりませんそれに人物は第一ですあなたのご覧になるところでは秀才だとかおっしゃってですがいやそういうわけでもなかったです一体人物はどういう それはかえって、母さんなどがご存知だということですが、なあに、妻の日曜学校で、一、二度会ったことがあるくらい、妻もよく知らんそうですけ。何でも神戸では多少出才とか何とか言われた男で、よしは女学院にいる頃から知っておるのでしょうがな。説教や祈祷などをやらせると、大人も及ばぬようなうまいことをやれおったそうですけ。それで話が演説帳になるのだ。 形式的になるのだ。あの嫌な上目を使うのは祈祷をする時の表情だ」と時雄は心の中に合点した「あの嫌な表情で若い女を迷わせるのだな」と続いて思って嫌な気がした「それにしても結局はどうしましょう」「よしこさんを連れてお帰りになりますか」「されば鳴るきは連れて帰りたくないと思いますがな村に娘を連れて突然帰るとどうも際立って面白くありません」 私も妻も、しゅ村の事前事業や、名誉職などをやっておりますけ、今度のことなどがパッとしますと、非常に困る場合もあるです。で、私は、あなたのおっしゃる通り、できるうべくは、男を元の京都に返して、ここ一、二年、娘はなおお世話になりたいと存じておりますじゃが、それがいいですな、と時雄は言った。二人の間柄についての談話も一にあった。時雄は、京都佐賀の事情。 その以降の経過を話し二人の間には神聖の霊の恋のみ成り立っていて汚い関係はないであろうと言った父親はそれを聞いてうなずきはしたがでもまあその方の関係もあるものとして見なければなれますまいと言った父親の胸には今さら娘についての開墾の情が多かった田舎者の共栄心のために神戸女学院のようなハイカラな学校に入れて その寄宿舎生活を行なせたことや、娘の切なる希望を入れて、小説を学ぶべく東京に出したことや、旅用のために言うがままにしてあまり賢速を加えなかったことや、いろいろなことがむらむらと胸に浮かんだ。一時間後にはわざわざ迎えにやった田中がこの部屋に来ていた。よしこもそのそばに久し神を垂れて談話を聞いていた。父親の目に映じた田中は、 もとより気に入った人物ではなかった。その白島の袴をつけ、紺がっすりの羽織を着た処生姿は、軽蔑の念と憎悪の念とをその胸にみなぎらしめた。その所有物を奪った憎むべき男という漢は、かつて時代がその下宿でこの男を見た時の漢と、はなだよく似ていた。田中は袴のひらをただして、ちゃんと座ったまま、多く二尺先ぐらいの畳をのみ見ていた。 苦という態度よりも、犯行という態度がありありとしていた。どうも少し硬くなりすぎて、よしこを自分の自由にするある権利を持っているというふうに見えていた。談話は真面目にかつ激しかった。父親はその破裂地をあえて正面から攻めはしないが、お料理苦い皮肉をその言葉の中に交えた。はじめは時男が口を切ったが、中尾から主に父親親と田中とが語った。 父親は、県会議員をした人だけあって、言葉の抑揚とんざがなかなか巧みであった。演説になれた田中も、時々沈黙させられた。二人の恋の許可、不許可も問題にあがったが、それは今、研究すべき題目でないとして、退けられ、当面の京都帰還問題が論じられた。恋する二人、ことに男にとっては、この分離は、はなはだつらいらしかった。 男は宗教的資格を全く失ったということ、帰るべく家をも国をも持たぬということ、二三月来、漂例の結果、ようやく東京に前途の公明を認め始めたのに、それを捨てて、さらに忍びぬということなどを盾として、しきりに帰国の不可能を主張した。父親は根々として説いた。今さら、京都に帰れないという、それは帰れないに違いない。 けれど今の場合である、愛する女子なら、その女子のために犠牲になれぬということはあるまいじゃ。京都に帰れないから、田舎に帰る。帰れば自分の目的が達成られぬと言うが、そこを言うのじゃ。そこを犠牲になってもよかろうというのじゃ。田中は黙して下を向いた。容易に抱きしそうにもない。先ほどから黙って聞いていた時生は、男があまりに頑固なのに。 急に声を励まして、君、僕は先ほどから聞いていたが、あれほどに言うお父さんの言葉がわからんですか。お父さんは君の罪をも問わず、ハレンチをも問わず、将来もし縁があったら、この恋愛を承諾せぬではない。君もまだ年が若い。よしこさんも今修行最中である。だから二人は今しばらく、この恋愛問題を未解決のうちにそのままにしておいて。 そして、その行くを見ようというのがわからんですか。今の場合、二人はどうしても一緒には置かれぬ。どっちか、この東京を去らなくてはならん。この東京を去るということについては、君がまず去るのが死闘だ。なぜかといえば、君はよしの後を追うてきたのだから。よう、分かっております。と田中は答えた。私が万事悪いのでございますから、私が一番に去らなければなりません。 先生は今この恋愛を承諾して下されぬのではないとおっしゃったがお父様の先ほどのお言葉ではまだ満足いたされぬようなわけでしてどういう意味ですと時雄は反問した本当に約束せぬというのが不満だというのですじゃろうと父親は言葉を入れてけれどこれは先ほどもよく話したはずじゃけ今の場合許可不許可ということはできぬじゃ 独立することもできぬ修行中の身で、二人一緒にこの世の中に立っていこうとやるは、どうも不信用じゃ。だから私は今、今三四年は、お互いに勉強するがいいじゃと思う。真面目ならば、こうまで言った話は分からんけれやならん。私が一時を満着して、よしをよそに片付けるとか言うのやなら、それは不満足じゃろう。けれど私は、神に誓って言う。先生を前に置いて言う。 三年はよしを私から進んで嫁にやるようなことはせんじゃ。人の世はエホバのおぼしめし次第。罪の多い人間はその力ある裁きを待つより他に仕方がないけ。私はよしは君に信ずるとまでは言うことはできん。今の心が許さんけ。今度のことは神のおぼしめしにかなっていないと思うけ。三年たって神のおぼしめしにかなうかどうか。それは今からは予言はできんが。 君の心が真実真面目で誠実であったなら必ず神のおぼし召しにかなうことと思うじゃ。あれほどお父さんが分かっていらっしゃると時雄は父親の言葉を受けて3年君がために待つ君を信用するに足りる3年の事実を君に与えると言われたのは実にこの上ない恵みでしょう。人の娘を誘惑するようなやつには真面目に話をする必要がないと言って。 このまま、よし子を連れて帰られても、君は一言も恨む席はないのですのに、三年待とう、君の真心の見えるまでは、よし子を他に片付けるようなことはすまいという、実に恩恵ある言葉だ。許可すると言ったより、一層恩義が深い。君はこれがわからんですか田中はうつむいて顔をしかめると思ったら、涙がはらはらとその方を伝った。一座は水を打ったように静かになった。 田中は溢れいずる涙を手の拳で拭った。時代は今ぞ時と、どうです、返事をしたまえ。私などはどうなっても用を増す。田舎に埋もれてもカわんどす。また涙を拭った。それではいかん。そう反抗的に言ったって仕方がない。腹の底を打ち明けて、互いに不満足のないようにしようとするためのこの会合です。君は立って、 田舎に帰るのが嫌だとならば、よし子を国に返すばかりです。二人一緒に東京にいることはできんですか。それはできん。監督上できん。二人の将来のためにもできん。それでは田舎に埋もれても世を増ます。いいえ、私が帰ります。とよし子も涙に声を震わして、私は女、女です。あなたさえ成功してくだされば、私は田舎に埋もれてもかまやしません。 私が帰ります。一座はまた沈黙に落ちた。しばらくしてから時生は調子を改めて「それにしても君はどうして京都に帰れんのです」。「神戸の恩人に一部始終を話して今までの不心意を射して同志社に戻ったらいいじゃありませんか」。「し子さんが文学志願だから君も文学家にならなければならんというようなことはない」。「宗教家として神学者として牧師として」。 大いいいに立ったならいいでしょう。宗教家にはもうとてもようなりまへん。人に向かって教えを説くような偉い人間ではないでおますで。それに残念ですのは美月の間苦労しまして、実はようやくある親友の世話で移植の道が開けましたで。田舎に埋もれるには忍びまへんで。三人はなお語った。話はついに一生段落を告げた。 田中は今夜親友に相談して明日か明後日までに確固たる返事をもたらそうと言ってひとまず帰った時計はもう午後4時冬の日は暮れ近く今まで部屋の一宮に照っていた日陰もいつか消えてしまった一室は父親と時雄の二人になった「どうも逃げ切らない男ですわい」と父親はそれとなく言った「どうも形式的で甚ははだ要領を縁です」 もう少し打ち明けてざくばらんに話してくれるといいですけれど。どうも中国の人間はそうはいかんですけ。人物が小さくって小細工ですぐ人の股をくぐろうとするですわい。関東から東北の人はまるで違うですがな。悪いのは悪い、いいのはいいと心情を吐露してしまうけ。いいですけどもな。どうもいかん。小細工で孤立でメスメスを泣きおった。 どうもそういうところがありますな。見ていさっしゃい。明日きっと帰宅しちゃせんけ。何のかのと理屈をつけて帰る前とするけ。時京の胸に、ふと二人の関係についての疑惑が起こった。男の激しい主張と、よし子を女が所有とする権利があるような態度とは、時京にこの疑惑を起こさしむるの動機となったのである。で、二人の間の関係をどうご観察をなすったです。時京は父親に問うた。 そうですな。関係があると思わんけりゃなりますまい。今の際、確かめておく必要があると思うですが。よし子さんに、佐賀行きの弁解をさせましょうか。今度の恋は、佐賀行きの後に初めて感じたことだと言うていましたから。その証拠になる手紙があるでしょうから。まあ、そこまでせんでも。父親は関係を信じつつも、その事実となるのを恐れるらしい。運悪く、そこによし子は茶を運んできた。 時雄は呼び止めて、その証拠になる手紙があるだろう。その身の潔白を称するために、その前後の手紙を見せたまえと迫った。これを聞いた、よし子の顔は、にわかに赤くなった。さも、困ったという風がありありとして、顔と態度とに現れた。あの頃の手紙は、この間、皆焼いてしまいましたから、その声は低かった。焼いたええ。よし子は、顔を垂れた。焼いた そんなことはないでしょう。よしこの顔はいよいよ赤くなった。時生は激さざるを得なかった。事実は恐ろしい力で彼の胸を刺した。時生は立って川屋に行った。胸はイライラして、頭は幻惑するように感じた。欺かれたという念が激しく浸透をついて起こった。川屋を出ると、そこに、障子の外に、よし子はおどおどした様子で立っている。先生。 本当に私はやってしまったのですから。嘘を言いなさいと、東京は叱るように言って。障子をはやくしめて、室内に入った。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックス。ドットオグのために録音されました。九。父親は。夕飯の遅そうになって、旅宿に帰った。 時代のその世の反問は非常であった。欺かれたと思うと、剛が煮えて仕方がない。いな、よしこの霊とにく、その全部を一所生に奪われながら、とにかくその恋について真面目に尽くしたかと思うと腹が立つ。そのくらいなら、あの男に身を任せていたくらいなら、何もその少女の節操を尊ぶには当たらなかった。自分も、 大胆に手を出して、性欲の満足を買えばよかった。こう思うと、今まで上天の京に置いた美しいよし子は、梅女か何ぞのように思われて、その体はおろか、美しい態度も表情も癒やしむ気になった。で、その世はもだえもだえて、ほとんど眠られなかった。さまざまな感情が黒雲のように胸を通った。その胸に手を当てて、 時代は考えたいっそこうしてくれようかと思うた。どうせ男に身を任せて汚れているのだ。このままこうして男を京都に返して、その弱点を利用して自分の自由にしようかと思った。といろいろなことが頭に浮かぶ。よしこがその2階に泊まって寝ていた時、もし自分がこっそりその2階に上って行って、やるせなき恋を語ったらどうであろう。 気差して自分を諌めるかもしれぬ。恋を立てて人を呼ぶかもしれぬ。それとも、また切ない自分の情を組んで、犠牲になってくれるかもしれぬ。さて、犠牲になったとして、翌朝はどうであろう。明らかな日光を見ては、さすがに顔を合わせるにも忍びぬにそういない。火たけるまで朝飯をも食わずに寝ているにそういない。その時、モーパッサンの父、 といいう短編を思い出したことに少女が男に身を任せてあと激しく泣いたことの書いてあるのを痛切に感じたがそれをまた今思い出した。かと思うとこの暗い想像に抵抗する力が他の一方から出て盛んにそれと争った。で反問また反問、王のまた王の寝返りを幾度となく打って2時3時の時計の音をも聞いた。 よしこも反問したにそういなかった。朝起きた時は青い顔をしていた。朝飯をも一番でよした。なるたけ時男の顔に合うのを避けている様子であった。よしこの反問はその秘密を知られたというよりもそれを隠しておいた日を悟った反問であったらしい。午後にちょっと出てきたいと言ったが、車へも行かずに家にいた時男はそれを許さなかった。 一日はかくて過ぎた。田中から何らの返事もなかった。よし子は昼飯も夕飯も食べたくないとて食わない。陰鬱な気が一家に満ちた。細くんは夫の機嫌の悪いのとよし子の反問しているのに胸を痛めてどうしたことかと思った。昨日の話の模様では万事円満に収まりそうであったのに。君は 一番になると召し上がらなくては、お腹が空いて仕方があるまいと、それをすに二階へ行った。時代は、わびしい薄暮れを苦い顔をして酒を飲んでいた。やがて細君が降りてきた。どうしていたと時代は聞くと、薄暗い部屋にランプもつけず、書きかけた手紙を机に置いてうつぶしていたとの話。手紙誰にやる手紙時代は激した。 そんな手紙を書いたって駄目だと宣告しようと思って、足音高く二階に登った。先生、五升ですから、と祈るような声が聞こえた。机の上にうつぶしたままである。先生、五升ですから、もう少し待ってください。手紙に書いて差し上げますから。時男は二階を降りた。しばらくして下女は、細君に命じられて、二階にランプをつけに行ったが、 降りてくる時一通の手紙を持ってきて時雄に渡した時雄はかしたる心を持って読んだ先生私は堕落女学生です私は先生のご好意を利用して先生を欺きましたその罪はいくらお詫びしても許されませぬほど大きいと思います先生どうか弱いものと思ってお笑いみください 先生に教えていただいた新しい明治の女子としての勤めそれを私は行っておりませんでしたやはり私は旧派の女新しい思想を行う勇気を持っておりませんでした私は田中に相談しましてどんなことがあってもこのことばかりは人に打ち明けまい過ぎたことは仕方がないがこれからは正常な恋を続けようと約束したのですけれど先生先生のご反問が 皆、私の至らないためであると思いますと、じっとしてはいられません。今日は終日そのことで胸を痛めました。どうか先生、この哀れなる女をおわれみくださいまし。先生におすがり申するほか、私には道がないのでございます。よしこ、先生おもと、時雄は今さらに地の底にこの身を沈められるかと思った。 手紙を持っって立ち上がったその激した心には、よし子がこの残悔をあえてした理由、すべてを打ち明けてすがろうとした態度を解釈する余裕がなかった。2階のはしごをけたたましく踏みならして上がって、よし子のお潰している机のそばに厳然として座った。こうなってはもう仕方がない。私はもうどうすることもできぬ。この手紙はあなたに返す。このことについては、 誓って何人にも沈黙を守るとにかくあなたが主として私を信頼した態度は新しい日本の女として恥ずかしくない。けれどこうなってはあなたが国に帰るのが死闘だ。今夜これからすぐ父様のところに行きましょう。そして一部始終を話して早速国に帰るようにした方がいい。で飯を食い終わるとすぐ支度をして家を出た。 よし子の胸にさまざまな不服不平悲哀があふれたであろうがしかも東京のおごすかなる命令に背くわけにはいかなかった市ヶ谷から電車に乗った二人相並んで座を取ったがしかも一号も言葉を交えなかった山下門で降りて京橋の旅館に行くと父親は都合よく在宅していた一部始終父親は特に 怒りもしなかったただ同行して帰国するのをなるべく避けたいらしかったがしかもそれより他に道はなかった。よし子は泣きも笑いもせずただ運命の苦しきに飽きれるという風であった。時生は捨てたつもりでよし子を自分に任せることはできぬかと言ったが父親は当人が親を捨ててもというならばいざ知らず普通の状態においては 無論許そうとはしなかった。よしこもまた親を捨ててまでも帰国を拒むほどの決心がついておらなかったで時京はよしこを父親に預けて帰宅した「章終わり」この録音はパブリックドメインです「リブリボックスドットオグのために録音されました」「10」 田中は翌朝時代を問うた彼は体制の既に定まったのを知らずに己の事情の帰国に適せぬことをルルとして説こうとした礼肉もに許した恋人の習いとしていかようにしても離れまいとするのである時男の顔には得意の色が昇った「いやもうその問題は決着したです」。 よしこが一部始終をすっかり話した。君らは僕を欺いていたということが分かった。大変な神聖な恋でしたな。田中の顔はにわかに変わった。周知の念と月光の情と絶望のもだえとがその胸をついた。彼は言うところを知らなかった。もうやむをえんですと時生は言葉を継いで。僕は ここの恋に関係することはできません。「いやもう嫌です」「よし子を父親の監督に移した」「です。男は黙って座っていた」「青いその顔には肉の旋律がありありと見えた」「ふと急に授業してこうしてはいられぬ」という態度でここを出て行った「午前10時ごろ父親はよし子を伴うて来たいよいよ 今夜6時の神戸急行で帰国するので大体の荷物は後から送ってもらうとして手回りのものだけまとめていこうというのであった。よしこは自分の2階に上がってそのまま荷物の整理に取り掛かった時男の胸は激してはおったが以前よりは軽快であった200よりの山川を隔ててもうその美しい表情をも見ることができなくなると思うと言うに言われぬ 詫びしせを感じるがその恋せる女を競争者の手から父親の手に移したことは少なくとも愉快であった。で時京は父親とむしろ快活に主々なる物語にふけった。父親は田舎の紳士によく見るような書画道楽雪舟王挙要塞の絵画山陽竹田海奥ザンの書を愛し その冥福を無数にしていた。話はおのずからそれに移った平凡なる書画物語はこの一室に一時栄えた田中が来て東京に会いたいと言った八条と六条との中敷切りを占めて八条であった父親は六条にいたよし子は二階の一室にいたご帰国になるんでしょうかええどうせ帰るんでしょうよしさんも一緒に それはそうでしょう。いつですか、お話しくだされますまいか。どうも今の場合、お話しすることはできませんな。それでは、ちょっとでも、よしさんに会わせていただくわけにはまいりますまいか。それはだめでしょう。では、お父様は、どちらへお泊まりですか。ちょっと、番中を伺いたいですが。それも、僕には教えていいか悪いかわからんですから。取りつく島がない。 田中は黙ってしばし座っていたがそのまま授業して去った昼飯の禅がやがて八畳に並んだこれがお別れだというので宰君はことに注意して酒魚をそろえた時をも別れのしるしに三人相並んで会食しようとしたのであるけれど吉子はどうしても食べたくないという細君がとき進めても来ない時男は自身二階に上がった 東の窓を一枚開けたばかり暗い室には本やら雑誌やら着物やら帯やら瓶やら,瓶やら氷やら品カバンやらが足の踏み度もないほどに散らばっていて埃の香りがおびただしく鼻をつく中によし子は目を泣き晴らして荷物のセールをしていた三年前青春の希望枠がごとき心を抱いて東京に出てきた時の様に比べて 何ららのの悲惨、何らの暗黒であろう、優れた作品一つ得ずこうして田舎に帰る運命かと思うとたまらなく悲しくならずにはいられまい。せっかく支度したから食ったらどうです。もうしばらくは一緒に飯も食べられんから。先生とよしこは泣き出した時生も胸をついた死としての恩情と責任等を尽くしたかと激しく反省した。 彼も泣きたた。いほどしくなった光線の暗い室氷や書籍の散逸する中に恋する女の帰国の涙これを慰める言葉もなかった午後3時車が3台来た玄関に出した氷品カバン、信玄袋をシャフは運んで車に乗せたよし子は栗埋の皮膚を着て白いリボンを髪に刺して目を泣き晴らしていた 送って出た彩君の手を固く握って、奥さん、さようなら。私、またきっと来てよ。きっと来てよ。来ないでおきはしないわ。本当にね、また出ていらっしゃいよ。一年ぐらいしたらきっとね。と彩君も固く手を握り返した。その目には涙があふれた。女心の弱く、同情の念はその小さい胸にみなぎり渡ったのである。冬の日の やや薄込の屋敷町、真っ先に父親次にし子次に時雄という順序で車は走り出した細君とおかひ人は名残を惜しんでその車の後ろ影を見送っていたその後ろに隣の細君がこの庭科の出立を何事かと思って見ていたなおその後ろの工事の曲がり角に茶色の帽子をかぶった男が立っていた 吉子は2度3度まで振り返った。車が麹町の通りを日比谷へ向かう時時雄の胸に今の女学生ということが浮かんだ前に行く車上のよし子高い二百三高地巻き白いリボンやや猫背がちなる姿こういう形をしてこういう事情のもとに荷物と共に父に連れられて帰国する女学生はさぞ多いことであろうよしこ。 あの意の意志強い吉子でさえこうしたた。運命を得た教育家のやかまやしく女子問題を言うのも無理はない時京は父親の苦痛とよし子の涙とその身の荒涼たる生活等を思った道行く人の中にはこの荷物を満載して父親と中年の男子に保護されていく花のごとき女学生を意味ありげに見送る者も,もあった京橋の旅館について荷物をまとめ会計を済ました この家は3年前、よし子が初めて父に連れられて、出凶したとき泊まった旅館で、時雄はここに2人を訪問したことがあった。3人はそのときと今と胸に比較して、考えたたんであったが、しかも互いに避けて表に現さなかった。5時には新橋の停車場に行って、2棟待合室に入った。混雑また混雑、群衆また群衆。 行く人、送る人の心は皆空になって、天井に響く物音がさらに旅客の胸に反響した。悲しみと喜びと好奇心とが停車場の至る所に渦を巻いていた。一刻ごとに集まり来る人の群れ、ことに6時の神戸急行は乗客が多く、二等室も時の間に顕魔国益の光景となった。時代は2階の壺屋から、 サンドイッチを二箱買ってよし子に渡した。切符と入場切符も買った。手荷物のチッキももらった。今は時刻を待つばかりである。この群衆の中にもしや田中の姿が見えはせぬかと三人皆思った。けれどその姿は見えなかった。ベルが鳴った。群衆はぞろぞろと改札口に集まった。一刻も早く乗り込もうとする心が燃えて苛立って。 その混雑は一通りでなかった。3人はその間をかろうじて抜けて広いプラットホームに出た。そして最も近い二等室に入った。あとからも続々と旅客が入ってきた。長い旅を寝て行こうとする商人もあった。暮れあたりに帰るらしい軍人の左官もあった。大阪言葉を露骨に、町長と雑話にふける女連もあった。父親は 白い毛布を長く敷いてそばに小さいカバンを置いてよし子と相並んで腰をかけた。電気の光が車内に差し渡ってよし子の白い顔がまるで浮き彫りのように見えた。父親は窓際に来て幾度も好意の歩道を射し後に残ることについて万事を食した。時生は茶色の中折れ棒七子の蜜門の羽織といういでたちで窓際に立ち尽くしていた。 発車の時間は刻々に迫った。時代は二人のこの旅を思い、よしこの将来のことを思った。その身とよしことはつきざる絵にしがあるように思われる。妻がなければ、むろん自分はよしこをもらったに相違いない。よしこもまた喜んで自分の妻になったであろう。理想の生活、文学的の生活、耐え難き創作の反問をも慰めてくれるだろう。 今の高涼たる胸をも救ってくれることができるだろう。なぜもう少し早く生まれなかったでしょう。私も奥様自分に生まれていれば面白かったでしょうに。と妻に言ったよし子の言葉を思い出した。このよし子を妻にするような運命は永久その身に来ぬであろうか。この父親を自分の舅と呼ぶような時は来ぬだろうか。人生は長い。運命は苦しき力を持っている。 少女でないということが、一度、節操を破ったということが、かえって年置く、子供ある自分の妻とあることを容易ならしむる条件となるかもしれぬ。運命、人生、かつて、よし子に教えた、つるげねのプニンとバブリンが、時代の胸に上った。ロシアの優れた作家の描いた人生の意味が、今更さらのように胸を打った。時代の後ろに、 一軍の見送り人がいたその階に柱のそばにいつ来たか一個の古い中折れ棒をかぶった男が立っていたよし子はこれを認めて胸をとどろかした父親は不快な感を抱いたけれど空想にふけって立ち尽くした時生はその後ろにその男がいるのを夢にも知らなかった車掌は発車の笛を吹いた汽車は動き出した「章終わり」。 この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオウのために録音されました。十一。寂しい生活、荒涼たる生活は再び東京の家に訪れた。子供をもてあましてやかましく叱る細君の声が耳について不愉快な感を東京に与えた。 生活は三年前の昔のわだちに帰ったのである。五日目によ子から手紙が来たいつもの人懐かしい原文一致でなく礼儀正しい総楼文で昨夜つつがなく帰宅いたし総楼ままご安心下されたくこの度はまことにお忙しき折柄、がらしゅしゅご心配ばかり愛かけ総楼て申し訳もこれなく幾重にも お詫び申し上げ御前に御高音をも斜視立て祭りお詫びも致したく騒楼医師がとかくは胸迫りて最後の会合すら稲見候,候心お察し下されたく候。新橋にての別離ガラス戸の前に立ち候ごとに茶色の帽子移り候楼用の心地致し今なおまざまざとお姿を見るのに候。 山北あたりより雪降り候って、たたいよりの山道十五里、悲しきことのみ思い出、かの一さが、これがまあ、ついの住みかか雪五尺、のめいく、通説に身にしみ申し候、父よりいずれ、お礼の踏み立て祭りたく存じおり候々えども。今日は町の一尾にて、手引きがたく。失礼ながら、私よりよろしくお礼申し上げ候、 まだまだおめえ汚したく聞くことたくさんにありし騒楼へでも激しく胸騒ぎいたし騒楼まま今日はこれにて筆置き申し騒楼と書いてあった時代は雪の深い十五里の山道と雪に埋もれた山中の田舎町と思いやった別れた後、そのままにしておいた二階に登った懐かしさ恋しさのあまり かすかに残ったその人の面影をしのぼうと思ったのである。武蔵野の寒い風の盛んに吹く日で、裏の古樹には潮の鳴るような音が凄まじく聞こえた。別れた日のように東の窓の雨戸を一枚開けると、光線は流れるように差し込んだ。机、本箱、瓶、紅皿、依然として元のままで、恋しい人は いいつものようにに学校に行ってる時では机の引き出しを開けてみた古い油のしみたリボンがその中に捨ててあった時雄はそれを取って匂いを嗅いだしばらくして立ち上がって襖を開けてみた大きな柳氷が3個細引きで送るばかりにからげてあってその向こうによし子が常に用いていた布団萌えいい金草の敷布団と またの厚く入った同じ模様のヤギトが重ねられてあった。時代はそれを引き出した。女の懐かしい油の匂いと汗の匂いとが、言いも知らず時代の胸をときめかした。ヤギの襟のビロードの際だって汚れているのに顔を押し付けて、心の行くばかり懐かしい女の匂いを嗅いだ。性欲と悲哀と絶望とがたちまち時代の胸を襲った。 時代はその布団を敷きヤギをかけ冷たい汚れたビロードの襟に顔を埋めて泣いた薄暗い室戸外には風が吹き荒れていたショー終わりこの録音はパブリックドメインです布団田山かたい終わり